1時です。どうもこんばんは、おぎやぎの矢作です。どうもこんばんは、おぎやぎの小木です。さあ今週からスペシャルウィークとなっておりますよ。待ちに待ったスペシャルウィークですよ。楽しいですよ。行くわ。おぎや一番好きでしょ。はいはいはい。もういろんな人が現れてきますからね。現れてくるいやー楽しいですよ、ね、あんまなんか日頃会わない人とかともねやっぱこう会えますから。やっぱ普通のがいるスペシャルウィークはいいよね。いやー楽しいわこれは結局は、うん、さあそして今週のスペシャルウィーク1週目はなんとあの、はい、荒俣宏先生がやってきます。出たー、はいはいはい。ついに荒俣先生がですね、うん、まあスペシャルウィークに前回出てくれましたが、はい、今回2回目ということで、はいはいはい、まあ、僕ら大好物ですね大好きですね。大好きなんですよね。夏はやはりね、邪念、そうですね、邪気の多い季節ですよ、はいですね、結局夏っていうのはそういう季節になっております。まあリスナーの僕らもそうなんですから、はい、リスナーの皆さんもそんな邪念にきっと、はい、まあ、もちろん悩まされてるに違いありませんよね、うん、もちろんそうです、うん、はい、本来ですと、うん、その邪念はですね、このラジオの最後にやってる荻のお払いっていうのがありまして、はいはい、それ大体払えるんですよ。まあ今まで全部払ってきましたしね、基本的には払えるんですが、はい、うん、やっぱりね、夏っていうのはものすごい強い敵もいますからね。あるんです、はい、うん、強い邪気もありますから、うん、ありますからね。荻でもお払い、荻のお払いで通用しない、確かにね、うん、無理な時もあるよでしょ、うん、もう本当エクソシストみたいに階段に階段から落ちるしかないぐらいのもありますからね自分に乗り移らせて階段で落ちて、もう身をもってね、身をもっても静止するっていう、うん、だからそんな場合もあるけどね、はい、うん、そういうのってさ、はい、基本的にはさ、うん、妖怪の仕業じゃん。まあそうですね、でしょ、はい、基本的にはよ、妖怪ですよ、はい、ね、そこで、はい、荒俣宏先生を迎えしてその邪念の正体を解明してもらおうかと。まあそうですね、やっぱり解明できないのは妖怪じゃないかと。でもその妖怪が何かわからないでしょ俺らには。そうなんですよ。だからやっぱ荒俣先生にやってもらうしかないのよ、はい、うん、というわけで、はい、あっち行きなさい荒俣夏の妖怪スペシャルを本日はお送りいたします。なるほど、うん、素晴らしいですね。もうね、早速リスナーからいろんな悩みが来てるんですよ、はい、はい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 。そうなんですか。例えばですよ、はい、うん、ラジオネーム、長野ミルクパンと、うん、はい、どうもこんばんは、はい、僕には本当に悩んでいることがあります、うん、それはじゃんけんに勝てないことです。お、負けちゃいけない、負けちゃいけないと思うと肩に力が入って、うん、グーばかり出てしまい、はい、相手に読まれて負けてしまいます。僕はどうしたらいいでしょうか、うん、はい、なるほどね、うん、はいはい、こういった悩みも、これもやっぱ邪念か妖怪か何かの仕業なの。まあまあまあ邪念、まあ、邪気ですよね。邪気、これは簡単ですねはい、これはもう先生にね、うん、やってもらうわけでもないです。これ僕ができますから、このぐらいだったら。あ、これ、ね、荒俣先生必要ないってこと。必要ないですよ、これだって邪気ですから。でもそうやられちゃうとさ、荒俣先生呼んだ意味なくなっちゃうからさあまりお前に解決してほしくはないんだけど、これこれは完全にだって本当妖怪じゃないですか。これ俺がやります。じゃあ今ここでやっちゃいますよ。そうかそうか、そういうことか、うん、だからメール来ても小木が無理っていうのだけを荒俣先生にやってもらうね。そうで、妖怪じゃなかったら俺がそのままドンでやっていくからさ。あ、これできんのね。もうやっちゃいますよ。じゃあちょっと頼むわ。はいはいはい、うん、じゃあ行きますよ、うん、あっちげあっちげじゃんけんぽんやっちけ、あっち向いてあっち行け、グーとかチョキとかパーポイントが言ってたでよ、最初はグーあっち行け、こんなやろあっち行け、ポッポイヒヒポイこんあっち行け今のね払えたよ、はい、払えてます。これはもう俺何言ってるか本当わかんないんだよね荻のお払いってあ、そうですか。グーとかチョイとかでしたけど、そなんかヘイヘイみたいなこと言ってなかった何やね途中。ああヘイヘイ、まあなんかヘイヘイっぽいとかね。あ、そう、はい、なんかいろいろすごいね。
まあほらそうお祓いって結構聞き取りづらいものありますからねやっぱ。ああ、うん、気合入ってるね今日。今日はちょっと負けてらんないしちゃってねえ。だからいつもすごい噛んでるよね、はいはい、だからな噛みすぎだよねちょっと今日。噛みすぎでしょ、うん、気合入っちゃってるな。なんかすごいもう喉も痛いぐらい今すごい、うん、疲れてる。疲れてもいるかな。まあ、疲れある。うん、あるある。多分今日荒松先生が来るからなんか荒松先生いなくても俺でもできんだぞみたいなちょっと対抗心みたいなのが出てきてるのかな。あ、ちょっと多少あるよ。それはある、うん、だからさ、まあ、落ち着いてやってよ。はいはいはい、オッケー。さあということでですね、はい、そんなのは荒松先生おぎのお祓いできないのは、まあ、荒松先生にお願いするとしてですね、来週ですね、うん、来週の告知もちょっとしたいんですが、来週はですねこれ前々から言っていたんですが、はい、あのイベントを開催します、うん、来週はですね君の名は芸人スペシャルを開催します。おおほほほ、はい、そうですね、ね、はい、メガネビーキが誇る最強リスナーに芸人が挑戦するという形を取らさせていただきます。厳しいですね、このリスナーすごいから。そうですよ、そしてその、最強のリスナーにですね挑戦する芸人は東京ゼロさん飯塚そこいつも疑問に思っちゃうんですよねなんで飯塚はその。そしてうん、これ言いました、東京ゼロさん飯塚でこの前会いまして、はい、言いました。言われました。なんで俺なのやっぱ本人も思うよねこれは。俺だけオファー来たんだけどっつって、なんで俺なのっつって、各社じゃないのっつったけど飯塚さんですもんね。そうだよね、はい、東京ゼロさん飯塚、はい、でも飯塚さんだけどやはりね、やっぱり最強リスナーには立ち入りできないと困りますので、はい、最強の助っ人といいますかもう一人、はい、今年最もブレイクした世界の鍋やつさん、出た、この2人でリスナーに戦って挑んでいただきたいと思っておりますよ、うん、一応ですね、部門を分けました。はい、うん、なるほど、うん、5部門に分けております。人名部門、はい、これはもう部門に分け、まあ、弟人名部門なんですけど、ね、弟こっから発信したものがみんな勝手に分かれてったわけだから君の名はっつってんだから。そうだよ、タイトルが基本人名でいいんだから、うん、でもあまりにも皆さんね、すごい凝ったのすごいんですよね。もう分けざるを得なくなりました、ね、はい、まず人名部門、はい、そして名称部門、うんうん、でことわざ標語部門、はいはいはい、うん、そして名言部門、ああありますね、はい、まあ、そしてそれのどれにも当てはまらない、まあ、自由型部門ですね、はい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 、もう自由なやつ、うん、この5つの部門に分かれてリスナー VS 芸人で勝敗を決めていきます、うんうん、ね、なるほどね、分かりました、はい、人名部門、名称部門、はい、ことわざ標語部門、名言部門、自由型部門となっております、うん、はい、これで、ね、皆さん考えて送ってくださいね、はい、さあということでね、うん、まあ、今週の生放送ですけども、はい、先週はちょっとね収録させていただきました。はいはいはい、そうですね、まあちょっとねいろいろあって、まあ、夏休みっていうんですか。そうなんです、はいはい、夏休みの方に行ってましてね、うん、小木さんはどちらへ行かれてたんでしょう。僕はですね先週の金曜日はもう、うん、まさに奈良に行ってましたね。金曜日はもう奈良にいましたか。はい、もう奈良に行ってましたよ。あ、金土日と那穂夫人と、はい、あ、奈良行って、まあ、法隆寺、 あそうだ、沖縄山なきゃいけないんだけどさ、うん、那穂夫人のおならの話アメトークでしちゃったけどごめんねそれなんか今日言ってましたわ、それは。おならの家具みたいな話があってさ、ちょうどおならの話盛り上がっちゃったからさ、あなんか言ってあるらしいですね。なんかどうしてもやっぱ沖縄話はやっぱしたくなっちゃうんだよ俺は助かるけどね俺も出た気分でいられるしさ俺の話されるとすごい助かりますよ。なおじは言われた、言われた、友達からすごい連絡来たってそれで分かったらしいけどそんなことすんのちゃんと伝えられて、はい、伝えられたとは思うんだけどね。うん、まあ、ちゃんと夏らしいですよ、うん、ちゃんとしましたんで、うん、はい、でそのなお夫人と、はい、行ってきましたよ、法隆寺。あ、法隆寺か。法隆寺も行きましたし、東大寺も行ったし、薬師寺、おう、あと飛鳥寺、おうおう、あとどこだっけな、う、春日大社。ああ、春日大社ね。春日大社はねやっぱパワースポットですから、うん、やっぱね出ましたね、一緒に歩いててね、うん、やっぱ途中ぐらいからね、うん、うわ来た、うん、来た来た来たってナホがいきなり言い出しても、うん、パワーがやっぱね、うん、パワースポットって知ってますからナホは。ああ、そっか、そこは春日大社が、ああ、であるとこまで行ったら急にやっぱその来た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 っつって、パワースポット、パワーをすごく感じるんだ、感じるんだ、感じるんだけど、うん、感じるだけで別に何もしてくれなかったけど多分春日大社ってやっぱパワースポットって知ってるだけで多分ねなんか、うん、
なんかそこだけなんだよね。あ、多分法隆寺もパワースポットだって教えると多分そういう風になると思うんだけど、だ基本的にさあその、はい、霊感的なパフォーマンスじゃないかなと思うんだよ、なんか俺もちょっと疑い始めてきてる最近、なんか春日大社しか言わねえんだよね、うん、なんかそういうパフォーマーの人いるじゃない本当にすごいんだろうけどね、そうそうそう、ちょっと大げさな方っていうじゃない、はい、分かりやすくね、なんかこう見せる、まあちょ、うん、もうね、はい、昔言われたね、池田貴族さんね、はい、まあまあそうですね、はい、ちょっと大げさな方でしたから、うん、僕らも一緒に仕事したことありますけど、はい、だからそういうちょっとパフォーマーの部分があるんじゃないの、ちょっとあんのかな、うん、まあ俺だけのためにやってくれてるのかもしれないですけどもね、でも嬉しいもんね、はい、そういうことやってくれる人のは盛り上がるもんね、そうやっぱ一緒に楽しいのよ、まあ全然俺も感じないんですけど、うん、そういうことは、うん、まあ法隆寺も、法隆寺はでも、うん、もう俺3回行ってんだよな、去年と今年だけで、うん、何も面白くねえんだよな、おぎはお前そういうなんかさ、はい、地方のね、はい、お寺とか見に行く、はい、そういう、はい、なんていうんだ、俺の中ではああちょっとかっこいいなみたいな、はいはい、滝とかさ、はいはい、そういう法隆寺 見に行ったりとか、うん、春日大社パワースポット行ったとか、うん、ちょっといいじゃない、はい、趣味として、まあね、いいよね、そういうふうに思ってるから、やっぱ面白くないとかって言ってほしくない、そうそう、それっちゃマジか、そうなんだよ、だからね、うん、法隆寺はそ、まあなんだろうね、うん、そのね、那穂がね、すごい好きなんだけど、その法隆寺を、その意味が全く分かんないの、その好きな、うん、良さが良さが、いや、言ったら薬師寺も行ったし、そのまあ東大寺はもうでかいのよ、大仏が、もうそれだけですごいのよ、まあね、見てもうああでかいっていう感動があってさ、いいね、法隆寺そういうのないのよ、一つも、でもその古いっていうさ、まあ古い、超古いわけで、古いんだよ、うん、でも古いんだったらその大仏みたいなのもあるんだけど、それだったら飛鳥寺っていうね、うん、もう行ったんだけど、そこもが日本で一番古い大仏があるのよ、一番古い大仏があるの、そう、だそこ行っちゃってるから、うん、もうなんか面白くないわけで、法隆寺、あ、一番古いの見たと、見てるし、で建物もなんか多分飛鳥寺の方が古い、うん、まあその前に立花寺っつもあるのよ、飛鳥寺の方が古いの、飛鳥寺の方が古いんじゃないの、多分ね、法隆寺が最後じゃん、そっちも古いんじゃないの、その多分ね、うん、そう、まあその前に、うん、立花寺が最初、うん、聖徳太子が生まれたところなのね、うん、生まれた場所で、そこから飛鳥寺に行って、うん、でそこから法隆寺を作ってるから、多分そういう順番なの、でもその古い順で行ってから、うん、法隆寺が今更なんかそんななんか面白くないんだよね、前まではあんま俺大してその奈良に対して大した気持ちなかったから、法隆寺から行ったから法隆寺すげえなと思うんだけど、今はもう聖徳太子にすごい俺大好きになっちゃってからその生まれとこから行くしかねってなって、聖徳太子大好きなの、今俺今大好きで聖徳太子、何が好きなの聖徳太子の何が好きってね、なんだろうな、いや好きになるには理由があるじゃない、まあそれいろんな聖徳太子を好きになる理由が、いろんな意見を聞き入れるっていうか、同時にこういろんな人の意見をね、パッと、何人もでしょ、そう、あ、何人だったっけ、7人だから10人だからすごいんだよ、ね、8人か、うん、なんかね、同時に言ったのは、そんな小学校の時に小学校の時にすげえって話じゃないですか、でもそういうのすごいしね、あ、そうで行くとね、やっぱいろんな聖徳太子のちっちゃい頃からの銅像があったり、銅像っていうかそういうのが飲んだんのよ、うん、高校生ぐらいの時とか、高校生じゃねえけど、うん、まあ、もう頭の悪いやつ話聖徳太子が高校生の頃とかまあそういうなんかこういうな歴史をたどっていくとすごい、ああやっぱいいなと思って、ああまあ奈良も行って、ああ、でまあ奈良だけじゃやっぱね、うん、物足りないってことで友達とセブンも行ったんですよ、あセブン、あセブン奈良だったらセブンっていうの日本かと思っちゃうけどなんかセブンってとこあんのかな、セブ島ね、セブ、セブ島って言ってくんないと、セブ島か、セブはセブ島って言わなきゃダメよ、あ、そうだろ、セブじゃダメだろ、ダメダメ、セブ島行ったよ、そういうの俺こだわるよすげえ俺コウジ君がグアムのことガムって言うの大嫌いなんだ古いよ古いガムっておばさんとか言うの、コウジ君絶対グアムって言わねえじゃん、絶対ガムって言うじゃん古いな、うん、セブ島行ったの、セブ行ったよセブ島、いやセブ島わかる、すごいね、わかるよな、奈良行ってからセブ島行ったってすごいね、全然違うとこ行ったね、なんか一日開けて、ああもうセブンに友達と3人で、すごい、いやもうセブンって近いのしてた、うん、俺全然知らなかったんだけどさ、サイパン、グアムがやっぱ一番近いリゾート地でじゃん、うん、でも3時間半かグアムとか、うん、それただセブンは4時間ちょっとなのよ、うん、ですごい海が綺麗、
まあ海綺麗ってわけでもないんだけど、まあなんだろうな、うん、もうね初めてなの俺フィリピンっていうかそういう、まあフィリピンだよね。東南アジアはタイには行ったことありますけど、ちょっと違うんだよねそのフィリピンの凄さっていうか、まあね飛行機がまず3時間遅れて向こうにね、うん、夜着いたんだけど、その夜でその車に乗ってね、そのホテルまで1時間半ぐらい走んの、うんうん、でもう結構街灯が真っ暗なの、うん、もう10時ぐらいよ、うん、10時ぐらいで真っ暗でもすごいなんか影がすごい見えるのね、うんうん、車の中から、うん、夜、うん、でよく見るとね歩道に人がずらーっと寝てたりしてるの、うん、あ寝てるので歩道の上でシャンプーしたりとか頭洗ったりとか、もう怖いのなんかもうそういうところをずーっと走っていくわけ、もうなんかやばいのよ、ちょ怖いね、怖いのよ、でいろんなもうピッピピッピ鳴らされるね、車もタクシーも、あんなリゾート地なのに、そうなのリゾート地じゃん、だからすごいなんか俺もう綺麗なね、綺麗なねとこだと思って、こう最初やっぱこの車で1時間半行くけど、ちょっとその外見るのが楽しみだったわけよ、でもそれがみんなもう歩道にわわわわ家族でいるわけよ、もう裸同然で、それ家がないの、まあ家がないんじゃないのか、あ多分そうなの、歩道が家なの、もう歩道が家なの、歩道が家なの、だからみんな歩道に歩けないから道路を歩いてたりして横切ったりして、ずーっと1時間半ぐらい、うん、そんな状況ですよ、もうそれ何空港からってこと、空港からその泊まるいわゆるセブ島のリゾート地に行くまでに、そう、うん、でリゾート地行ったらさ、まあ、夜真っ暗だったんだけど、うん、正門門があって、うん、厳重になんか警備員がいるわけ、うん、でそこに車で行ってやっとその確認が取れたらそこ門が開くわけ、ああでバーッと入っていって、もうそこはねど田舎なのすごいリゾート地で、もうなんかジャングルみたいな、あでもそこ入っていって、まあ、すごい綺麗なのよそのリゾート地は、うん、でも次の日の昼間にちょっと外見てみてえなと、うん、持ってタクシー呼ぼうと思ったらタクシーはダメだみたいなこと言われてホテル側から、うちでなんかその車用意するから運転手付きの、うん、それでちょっと出かけてみないかと、うん、で俺らちょっと2時間ぐらい時間があるから2時間ちょっと出かけたいと、うん、で向こうが2時間だったら普通はこのコースがありますよと、うんうんうん、マーケットと、うんうん、古い教会をね回る、うんうんうん、でも皆さんね1時間もかからないで帰ってきちゃうんですよと、うん、本当は2時間のコースなんです、うん、じゃあそこに行きますよって、なんでみんなそのマーケット行くのにね、うん、1時間市場的な、そう、うん、なんでそんな、はい、帰ってくるんだろうと思って、うん、行ってみたの、昼間、うん、バッと、うん、すごい、もう、出れないのよ、外はもう、怖すぎて、え？うわーってなんか集まってきたりとか、日本人見たら、でもう、怖いの、なんか、金くれってこと？金くれっていうかね、そういうんじゃん、殺されそうな怖さだな。え？うわーって。治安がもう良くないんだ。でね、俺がね、運転手さんに聞いたの。うん、ここは治安悪いの？危ないとこなんですか？って言ったら、うんうん、全然危なくない。うん。危なくないって言って、うん、あ、そうなんだ。じゃあ、この人たち見た目が怖いだけで、全然本当はフレンドリーなんだって言って。で、ある教会行ったわけ、古い。うん。で、教会で写真を撮りたいと。うん。すごい綺麗なの。なんか、うんうん、古くてかっこいいわけよ。うん。で、教会写真撮りたいから熊止めてって言ったら、うん。もう そこがね教会から50メートルぐらい離れたところで本当は止めて、うん、全体を撮りたいわけじゃん教会のこう、うんうん、人物と、うん、なので教会のもう玄関の真ん前まで車につけて、うん、パッともうドア開けて、うん、今降りろって降りだって で写真を本当その人写真撮ろうとして、観光地でしょ、観光地だよ、ああで写真をその人がなんかさ、うん、撮ってやるっつってさ、うん、写真を撮んだけどさ、うん、カシャカシャ撮るからブレてんのもっきり、うん、見たら急いで撮んだ で、うん、早く入れっつって、ああでえここ危ないのっつったら、いや全然危なくないっつって、ね、多分フィリピンってすごいいいとこなんだよってことをすごいアピールしたいの、あいいな、そっかそっか、何も危なくないよって言われて危なくねって言われてすっげえ急いでんだ、そうそう、入れっつって、まあ、近づいて行くわけ向こうもで、バーッと車で行って、で次なんかそのマーケット行って、そのマーケットがすごいやもうアジアって感じの、もうすごい匂いもあって、うん、もうなんだけど、そこも人がたくさんいるんだけど、うん、その車でもう裏のなんかね、普通はそこに止めなきゃいけないとこに止めて、うん、その市場をなんか入っていくんだけど、うん、
よくそのコンサートホールとかでね、うん、ミュージシャンがもう楽屋専用の入り口みたいな、はいはいはい、裏口なんで、裏口、うん、ああいう感じでもうそこには止めないで、うん、裏口の方ブワーっと行って、うん、もうほんと市場の入り口のとこ、うん、裏の入り口のとこで、ね、車止めて、うん、開けて、うん、で俺が案内するから、うん、ついてこいって、うん、いやいいよ俺らね、その市場楽しそうだから、うん、勝手にやると、うん、ダメ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 だ、危ないのこっから危なくない危なくない危なくはないってすげえ、それだけは絶対言うんだよ、危なくはないよとにかくついてきてくれって言われて、その人は何なの、その人は何なの、観光協会の人は何なの、その人はもうとりあえずなんかまあドライバーなんだよね、ホテルが雇ってる、でもとにかくフィリピンはいい印象を与えたいんだ、すごい綺麗いいとこなんだよってことをね、でも市場がもうハエだらけとかさ、もうまあそうだろうね、すごいの、そういうところはそうね、もうものすごいの匂いも、うんうん、でも怖い人たちもたくさんいてなんか、うんうん、でもでうちのねホテルってまさかねここの食材をから買ってやってんのかと、うん、そしたらうちはそんなことはないと、もっとちゃんと高いところでやってるって、うん、庶民のね一般の方の買うとこじゃなくて、そうそう、じゃなくてちゃんとしたとこで買ってるとか言って、ね、まあそこで安心したわけ、もうそこの食材だったら食えねえなって思って、確かにさそこの方が悪いわけじゃないんだけどね、そうなのよ、日本現地の人はもうそれの免疫がついてるから全然いいんだけど、こっちはさそっちは下痢になっちゃうからなっちゃうんだよな、そこが悪いってわけじゃなくてな、そうそうそう悪くはねえんだけどさ、そう合わないからさ俺弱い感じが、でまあこうさーっと終わって、うん、で帰る時もなんかもう、うん、いろんな家でこう鶏と牛とか、うん、なんだヤギとかがいるわけ、うんうん、でこれってまさかこの食べるんですかってみんなその飼ってる感じだから、うんうん、だみんな食べる食べるっつって、うん、でもうああそうなんだってもういいですよねみたいなちょっとこう乗せたわけ、うん、なんかこういうのやっぱすごい新鮮でいいよねみたいな話をして、うんうんうん、だあるねとこにね汚いとこにね牛が痩せ焦げた牛がいてね、うん、でそれが一頭だけいるわけその民家に、うん、窓のないような民家によ、うんうんうん、で あの牛もすごいいいなってみんなでこう話してて、うん、あの牛なんてあれでしょもちろんホテルで買うんでしょとかであれだったらいいじゃんっつったら、うんうんまあそうですね言っちゃったの引っかかっちゃったそういう時もありますみたいな鴨掛けたら鴨掛けたら引っかかってもう嫌になっちゃって俺もああもうこんな牛でかーと思ってさだって民家の牛は俺セブ島に行った人とか行くけど、うん、結構みんないいって言うけどねだからもうねホテルの中はもう素晴らしいのよすごいでしょすごいのすごいリゾートでしょすごいねホテルから一歩出た特に俺が行ったとこど田舎のあもうほんとそこだけで過ごすそう見に行っちゃったからねそうなのよで結局俺らが帰ってきたのも1時間ぐらいで帰ってきちゃったけどもう入れないからあ入れないんだもう怖くて写真も全部出ちゃってるしでもさ本当にさリゾート地それこそハワイですらさダウンタウン行ったら危ないっていうじゃんまあそうだよ結局そうよだからどの国でも日本の感覚で行くとさ、うん、やっぱ怖いよね怖いだから俺サイパンでちょっと俺銃つけられたこともあるからあるよ、ね、ホールドアップしてんだもんね小木ねそうだからもうそれのもうトラウマがあるから怖くてしょうがないのもうちょっと口ひげが生えてるとだけで怖いの。フィリピン人みんな口ひげ生やすのよ。口ひげ。口ひげ怖い。怖くて怖くてもう。メキシコのな、なんか感じがするんだよな。なんかすぐ殺しそうな感じするじゃん。口ひげ。悪そうだよね、口ひげ。そうそうそう。もうやべ、もうそれが。うん。そうだね。だからもう、まあでも、まあ良かったは良かったけどね、ホテルとかも。ホテルは良かったんだ。外はちょっと、ああ、セブでもこんな状況なんだと思ってさ。ああ。そうなんだよねセブねそういいねでもうんよかったですよ、うん、俺ははい、先週話したけど、まあ、結局俺スペインには行ったんだけどさ先週やっぱ行ってんの俺行くって言ったけど、うん、あれには行かなかったうん何だっけトマト祭りトマトああはいはいトマト投げるやつだ、ね、調べたらすげえ遠いのよ俺マドリッドとバルセロナしか撮ってなかったんだけど、はいはい、バルセロナからバレンシアって結構近いのかななんて思ってたら、うん、それも結構あってしかもバレンシアの俺街でバレンシアのその都市でやってるのかと思ったらバレンシアからまたさらに、うん、1、2時間かかるようなああもう田舎なんだ村でやってるのよだから行けないんだよね、はい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 、行こうと思ったってやめああそれ結構ねそれ楽しみにしたいよ楽しみにしたい俺もだって俺それに行くようにさあれまで買ってたんだよ防水のウォータープルーフのあのハンディガムがあるんだよすごいやつね知ってる、CM やったやつはいはいはいわかるわかるなんだっけあれ
シャープじゃねえな、どうやったっけな、あれどこだ、三洋、三洋なの、あれ、ああこうカシャッて、もうはい、わかる、で水の中でも取れるやつ、うん、わかる、 あれ買ってったんだ俺、トマト祭りで水汚れたらやばいと思って、ね、はいはい、なのにさ、うん、着いたらちょっと難しいみたいになっちゃってさ、はい、でどこ行ったのだ、結局、結局俺マドリッドとバルセロナ行ったんだよ。マドリッドは首都だよね。マドリッドはもう首都。何があるの、マドリッド。マドリッドも王宮があるからね、行ったって。法隆寺が。ああ、そっか。お前で言うとこの法隆寺みたいな、そういう歴史的なものは見れるよ。王国か、一応、その時ね、昔。そうですよ。はい、王宮があって、はいはい、そこと、あとやっぱりあれですよ。はい、美術館。ああ、はいはい。で俺はやっぱりその昔の、うん、なんて言うんだろうな、印象派の美術よりもさ、うん、分かる、印象派、いや分かんない、まあまあ何印象、何印象派、俺もちょっと絵見てきちゃってるからさ、ちょっと前見たけど、その印象派って何、まあまあいい、印象残る話がある、絵と印象残らない絵のあって、まあまあまあ、俺はちょっとやっぱりこうもうちょっと近い世代のピカソとかそっちを見たいからさ、ピカソって近いんだ、ダリとかミロとかその辺の、ダリ、うん、もう印象派は、まあ、1900年ぐらいの人っての、うんうん、印象派ってもっと古いのはもう15、16、おお、そうなんだ、そうだ、ゴッホとかそういう人たちの、あ、ゴッホとピカソと同じ年じゃないんだ全然違う、あのダリとか全然違う、同じ年じゃないの、ダリとかミロとかピカソが同じような、まあちょっと近代的な、現代的な美術なんだ、ゴッホってそんな年上なんだ、あれより年上とか先輩なんでしょ、先輩、大先輩、へえ、あ、そうなんだ、あれは俺全部同じだと思ってた、そうなんだ、からそういうのさ、だから小木と行ってもそうなんだろうけど、うん、ほら俺一緒に行ってた英子さんじゃん、やっぱ大倉とかで行ったらこうすげえ楽しいんだろうけど、やっぱ、はいはいはい、やっぱ英子さんだからやっぱひどいわけよ、もうピカソとかピカソかろうじて、あピカソねなんつってんだけど、はいはい、だからもうミロとかダリとかもなんか、はいはい、まあはいみたいになって途中でピロっつったからこれピロッいやもうそれの時点でも嫌になっちゃうんだ俺はあやだな、こんなやつと一緒に行こうのみんなと思ってもうほんとげんなりすんな、まあやだね、確か美術館そういうのと見たくないもんね、そうでもやっぱね、うん、そんな人でもねやっぱ見てるとねあのすごいねあの分かってくるんだね、おお、なるほど、この特徴がこれピカソっぽいねとか、はいはいはい、なるほどね、そっちの方が逆にすごいことに気づきそうだもんね、そうそう、で英子さん曰くそのやっぱダリが一番絵がうまいっす絵がうまい誰は一番絵がうまいって言ったけど、で確かにね誰は絵がうまい、まあなんかなんかね細かいっていうか、ああそう、あれね確かにね人に分かんない、俺もほらそんなに詳しいわけじゃないからさ、誰は結構ちっちゃいんでしょ絵がそういうことじゃないよ別に誰ちっちゃくないのよ、まあ、あの、いわゆる有名な、超有名なピカソのゲルニカっていうのなんだけど、なんか聞いたことある、ゲルニカ、超でかいその、うん、映画のね、はいはい、それを見たときやっぱ感動したね、それがやっぱメインなんだ、それメイン、そのソフィアなんとか、ソフィア大きい芸術センターってさ、なんかそんなようなとこには飾ったんだよ、でもだってやはりさっき印象派だったじゃん、俺そっちよりかもピカソの方がとかの方が、あ、のがいいの、見てて近代近代絵画、うん、なんていうのかな、うん、部屋にさ例えばじゃあゴッホのひまわり飾りたい、全然でしょ、うん、でもそういうさちょっとピカソとかミロとかダリの絵ってなんかこう飾ったらちょっとおしゃれなの、あ、まあダリはかっこいいよね、なんかおしゃれな感じなの、うん、だからそういう目で見た時よ、ああはい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 、大変ゴッホの絵ってなんかやだ、ね、別に部屋に飾りたくない、恥ずかしいねなんかね恥ずかしいよ確かに、俺笑っちゃうよ、俺のようにゴッホ飾ったとお前何ゴッホ飾ってんの、何かね恥ずかしいわ、照れくさいわ、だってゴッホないね、そういう感じなんだよ、うん、だからマドリッドはそういう感じなの、うん、はいはい、だいたいそういうとこ見て、まあそういうかっこいいのね、美術的な感じだ、そう、はいはい、でそっからまたちょっとさ俺も電車もバスも駆使して、うん、いろんなとこ行ってっから、はい、でそっからトレドとか、はい、トレド、それでさすげえ不思議、マドリッドでさ、うん、まあ日本人はいないんだよ、はいはいはい、基本的に、まあまあ、全然いないわけ、うん、でもちょっと日本人会うの嫌じゃん、いやいやだ、なんか、うん、せっかくこっちはちょっと優越感にしちゃったわけよ、うん、俺しか日本人がいないみたいな、うん、でもスペインはやっぱあんまりいないんだけどさ、はい、カップルはさ、うん、いてさ、うん、まず俺がそのあの行ったわけ、パエリアの美味しい店みたいなのがあって、うん、はいはい、そこにさ歩いて行ったらさ結構離れたとこなんだよ、うん、そのまあいわゆる有名なドンっていうさその渋谷みたいなとこあるわけじゃん、はいはい、うん、そこから歩いて10分15分ぐらい、うん、だから恵比寿のこっちでいう感覚で恵比寿のちょっと路地入ったみたいなところのパエリアの店があって、うん、はいはい、そこが有名だっていうから、はい、そこに行ったらさ、うん、もう真後ろにさ今まで一回見たことないのに日本人のカップルがいるわけよ、うん、はいはい、じゃあなんだよと思って、うん、
ちょっと恥ずかしいなこのところで会うのなんて思ってまあいいやと思って飯食っててさ、終わったらさ、そっからさ、次の日よ、トレドっていうさ、まあことがあるわけよ、それも電車で1時間、おお結構遠いね、1時間はさ、まあ40分ぐらいかかかるんだよ、特急鈍行とかね、鈍行みたいなやつで40分かかって、でもそこは本当こうすごい歴史的な、もう町自体が世界遺産になったようなところなんだけど、そこ行ってさ、あーここかっこいいなっつったら、その向かいにちょっとイスラムがかかった建物があって、そこが登れるようになってんだけど、すっごい古い町があって、そこ入っていったらさ、またそれいんのよ、わわわわわ、その同じ日本人のカップルが、うわー恥ずかしい、うわーやべえと思って、ちょっとまた遅らしていって、やだねー、同じコースね、そうそう、やだやだ、でそれ終わった後に、これまたびっくりなんだよ、普通だったら飯はその辺で食うのに、ちょっと通なところがあって、そのトレドっていう町を、から一旦川の逆側に行って、丘を登ったホテルがあって、そこから見るとトレドの町を全部眺められるっていう、綺麗なレストランがあると。だから俺そこに行くんで行ったの。知ったらまたその、そいつがいるわけ。で、なんでと思って、何こいつだと思ってじーっと見てたら、同じガイドブックもさ。そりゃそうだじゃん地球の歩き方地球の歩き方持ってやがってさ、あ、それ持っちゃうんだ、俺の愛読書地球の歩き方わかる、俺も多分それ持っていくもん、地球の歩き方、でもさ地球でもそこでもだね、それでも結構選べるんだよ、選べる、ね、いっぱい載ってんのこれ地球の歩き方って、はいはい、なのにそのセンスが全く一緒だってことじゃん、ここではこれ食べて、じゃあこっちから回ってとか、それ年はどのぐらいなのそのカップル、あれね俺の予想だとね、俺と同じ年ぐらいだと思う。うで新婚旅行っぽいんだよね、なんかね。もう発想が一緒だね、ああいうとね、もうね。一緒。で、もう最終的に最後にその、そこね、電車が1時間に1本ぐらいしか来ないんだけど、で、じゃあ3時半のに俺乗ろうと思ってたけど、そのレストラン。そのレストラン結構離れてるから。はいはい、それで、したらさ、タクシー呼んでたら、またその人たちもさ、フロントでタクシー呼んでるわけよ。で、その人たちのタクシーが先に来たわけ。して、ああ来たと思って、したらその人たちついにこう、3時半の電車ですかって聞いてきたわけ、はいはい、親切によ、すごく、だとしたらこっちのタクシーにいつ来るかわからないから、一緒にどうですかって言ったけど、俺も恥ずかしいから、いいです、いいです、3時半一応予定してるんですけど、まあ、大丈夫ですよ、そのうち来ますよ、なんつって、あ、そうですか、なんつってバーって行っちゃったんだけど、そっからタクシー30分来れない、だからもう乗れねえんだよ、乗れねえの、乗れない。乗れない。で結局何度も来ねえなっつって、じゃあもうバスで帰ろうと思って、バスの停留所行ったら、もうほんとほら向こうってさ、バスっていうのちょっとやっぱお金がない人乗るのよ、へえ、基本的には、だからもう時間もルーズなんだ、ルーズだし、だからまあそれで結局帰ったんだけど、もうでもそんなに会うとやっぱり もう一回会いたくなるね、まあ会いたいね、次会ったら俺挨拶しようと思ったの、もうでも普通そこら辺でもう話さないと、いや恥ずかしいから逆に話さないとやじゃん、いやだからその次に逆にもう会いたいなと思ったんだけど、そっからピタッと会わなくなっちゃった、もうそっから俺バルセロナ行っちゃったから、あららバルセロナ行ってないのか、そっちはバルセロナ会ったら奇跡的だったんだけどね、ねえ、そしたらラジオにも呼べたのにねなんか呼んで話したいもん、俺もそんな、あれ完璧だったよバルセロナ、でバルセロナは行ったでしょ、だってガウディ、ガウディ、ガウディ、ガウディでしょ、ガウディすごいよ、ガウディ、うん、ガウディなんだっけ、立たない、まだ立ってないやつ、途中のサクルダファミリアでしょ、サクルダ、サクルダ、サクルダだ、いやもちろんサクルダ人口みたいな言い方するサクルダファミリアはすごいよ、やっぱすごいんだ、あれすごいけど、やっぱそれよりもね、ガウディが建てた家ってのがあるわけよ、まあその辺の町並みがそうなんでしょ、町に、そのガウディが建てた家があるんでしょ、建てた家があるんだけど、そっちのがすごかったね、ああそう、そんないや俺階段玄関から入ってね、階段登ってもう階段からものすごい形してるわけよ、もう家の形がもうまず表角張ってないから全て丸い、ああそうだね、曲線になってるね、で色使い、はい、俺には絶対作れないと思ったなんだその感想当たり前だな、俺には絶対作れないと思ったあれすごいぞ、そうなんだ、あれガウディってすごいぞ、そっちのがすげえの知ってるよんなもんすごいぞなんだガウディはすごいぞ、ちょっとメールねいきますよ、ペンネーム空飛ぶフェニックス、奥崎さんこんばんは、まあ、あのそれより、
先週収録のお詫びにお土産とかはないんですか、うん、そうだそうだ、それ忘れてた今ね、これ買ってきたよ、買ってきましたよね、それお土産、はいはい、バルセロナで俺は買ってきた、うん、T シャツ、はい、おーいいね、バルセロナの T シャツ、またね、なんかおしゃれっぽいね、俺、ま、いやちゃんと俺ってほらお土産でもちゃんと着れるのをさ、はいはい、前回もメガネのさ、今回もおメガネ、あんのそんなのメガネ T シャツ、おおしゃれでしょ、メガネかけてる感じね、胸のポッケにね、胸のポケットにメガネを入れてるみたいなプリントのやつ、これプリントなの、これ上にプリントじゃないけどね、貼ってあるよね、貼ってあるけどね、すごいね、うん、おしゃれでしょ、おしゃれおしゃれ、これ欲しい、これ俺が、はい、マドリッドとかでずっと着てたやつ、はい、着てたってこれを着てたんじゃないの、何どういうこと、これの俺は、はいはい、同じ、もう一個持ってる、なるほどね、じゃあ俺とペアになるわけね、俺とペアになるっていうね、これいい、うん、それといい、ね、うん、まあ、もう一枚一応 T シャツがあって、はい、それはあのバルセロナ、こっちがのメガネがマドリッドで、はい、こっちがもうバルセロナ T シャツね、おお、おしゃれでしょ、これすごい、うん、バルセロナの方がいい、あそうバルセロナ T シャツの方がいい俺は、あそう、うん、これ欲しいぐらい、おいいよ、何何それ馬の、何なのこれは、エクストレイン、馬馬のね、うん、いいよ、ちょっと馬のやつでさ、はいはい、いいおしゃれな T シャツ、ね、これいいじゃん、うん、うん、これいいでしょ、うん、やっぱいいね、スペインとかやっぱこのガブとかにある T シャツとは違うね、ガウディを意識してるのかな、あーはははは、まあ、ガウディ調ってなんとなく、ガウディってさ、こうタイルをパッて割ってるの分かる、うん、タイル割って貼ってるみたいな、割ってね、もうやって、はいはい、あ、なんでじゃあ割って貼ってるか知ってる、割って貼ってるか、うん、ガウディがなんであのタイルを割って貼ってるか、それどどのすごく単純な理由だよ、多分切る切れないからじゃないの、タイルを切るあれができないからじゃない、その道具が、これそのうち、うん、俺あのあれとかに出てくると思うよ、問題にね、そういう検索者的な、なんだっけな、雑学とかにガウディといえば有名ですかみたいな、はいはい、ガウディのこの貼り方は有名ですが、なぜ割ってるんでしょうかみたいな、へえ、なんだろう、その場で割って、うん、タイルを、うん、だってあれ山下清志的な感じじゃないこう貼っていろんなボンボン貼ってさ、うん、作り上げていくんだよね、でもだんだん表面が別にタイルバッと貼ってりゃいいのに、タイルが絶対割れてるわけ、割れてるよね、貼ってるわけ、あー作品って、うん、あれだ、いずれ壊れるものだからだかっこいいかっこいい答えだねかっこいい答えだね、うん、違う、違うんだよ、ガウディのね、うん、あの壁っていうのは、うん、基本的にはまっすぐがないの、曲線なの、だからタイル貼れないの、あーそっかそっか、だから割って貼ってるだけ、ちょっとした直線もないんだ、全部が曲線なんだ、基本的にはこう湾曲してるから、あーそっかそっか、うん、という単純だ本当に、うん、宮城まみ知識もちょっと混ぜながらね、なるほど、俺は T シャツね、はい、うん、まあ、俺もですね、うん、俺ももちろん奈良で買ってきましたよ、うん、お奈良のお土産、はい、先ほど言いました法隆寺、お法隆寺の、うん、これね開けちゃおっかな、何これ、これね、うん、これあれです、法隆寺の、うん、ペアの、うん、あれです湯飲み茶碗ですお土産屋行くとこれ売ってんの、あそう、そうこれ、いいよこれ、ちゃんと家でお茶飲める湯飲み、開け方汚いな、それプレゼントするんだよそれまあまあこれ袋ボロボロに開けちゃっていいの、これもうこれペアテープが、うん、ね、ああこれね、これ東大寺だ、東大寺間違えてんじゃん、いやいやこれ法隆寺もあるんですよ、うん、2つ法隆寺と東大寺、あおペアペアで、うん、じゃあ2セットってことね、2セット、あ湯飲みね、じゃあ今日4人に当たるってこと、そうですね、抽選で、はい、今日メール読まれた方、うん、4人の方に抽選で、はい、お送りしますので、はい、後ほどそれは発表します、うん、今日中に発表するのかな、うん、だよね、今日、うん、今日、はい、最後に発表しますよ、うん、はい、さあそして、はい、この後いよいよですね、うん、荒俣先生やってきますが、うん、まあ、悩み事以外にも聞きたいことのあるリスナーはですね、はい、もう荒俣先生の質問というファックス、うん、メールを募集しますので、はい、どんどん送ってください、うん、ファックス番号東京0355629540、メールアドレスメガネアットマーク tbs.co.jp と、うん、でほら、はい、那穂夫人は、はい、荒俣先生憧れてるけどさ、なんか新しい質問とかあんの、まあね、一応今日荒俣先生と会うって話をしてきたんで、うんうん、そしたらちゃんとメールで来ましたよ、聞いてほしい、聞いてほしいこと、うん、あ、そうですか、そうなの、じゃあそれも後ほど、はい、うん、荒俣先生に聞いてみましょうか、うん、ね、さあそれではこの後いよいよ荒俣先生登場です
今夜のメガネビーキはあっち行きなさい荒俣、夏の妖怪お祓いスペシャル。我々おぎやはぎからのお土産プレゼントもあります。出たな妖怪お土産小僧、出てけ出てけ。このあとついに、このあとついにほんわかとした展開、ほんわかとした展開はこのあとすぐ。さあ皆さんお待たせしました、メガネビーキ2度目の登場です。ナホ夫人が最も尊敬し日本オカルト界に荒俣ありと言われたこの方、荒俣宏先生です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。やぶ遅くにすいません、前回がですね、去年の6月22日に来ていただいて、そんなになりますか。もう1年、やっぱ1年に1回荒俣先生と。早いっすね、本当に。本当早いですよね、あれ。あっちますね、あっち前だ。そうですよね、あの時にいろんな妖怪を教えてもらいましたけどね。もう今日もまたいろんなのちょっと教えてほしいんですが、相変わらず酒缶は食べてます。酒缶食べてますよ。あ、まあ、変わんないですね。ちょっと酒缶用意してないんですよね、とりあえず復刻版を食べてます。復刻版も相変わらず好きなんですね。紙のレベルが貼ってあるやつね。今と違って昔の作ってたのは、はい、あの生の鮭を取ってすぐその場で工場で作っていたんでうまいんです昔の方は。おお、はい、今は最近のは一回ほら冷凍させたりいろんなことやるから。復刻版ってそっちも復刻なんですか。中身も一応復刻で、ちゃんとそういう作り方してるんですか。生酒で作ってたりなんかします。美味しい、美味しい、すごい詳しいですね。酒今日酒買んないですけど働いてくれますか。はい、大雨なんでね、早く帰らないとこれだけの床下浸水になるといけない。ああ、今日すごいですもんね、雨。ちょっとこれ最近のこの日本のこの大雨あるじゃないですか、ゲリラ豪雨って言われてる、これちょっと下手すりゃあれじゃないですか、妖怪の仕業だ。妖怪じゃないと思う。妖怪じゃないですか。結構簡単にね、失敗されちゃって。妖怪じゃないんだ。それだけ知りたかったんですよ、妖怪じゃないかだけ。おかしいじゃない、だってこんな雨になってるから。びっくりだ。一応荒俣先生に確認だけしとこうかなと。まあ一応ですね、今回あの荒俣先生をお呼びしたのはですね、このメガネビーキのリスナーですね、いろいろ邪念に悩まされてるリスナー多いんですよ。邪念に、はい、なんでこんな邪念に悩まされてるやつばっか聞いてんのかなってぐらい、すごいんですよ。ははは、問題を抱えてる人たちが聞いてる、多いですよね。季節もあるんでしょうけども、ね、そうなんですよ。でもそういうの本来ですといつも小木がですね、あのお祓いしてるんですよ、はい、なんか お払いできるようになったんですよ。あ、そうなんですか。除霊っていうんですか、そのそれは軽いもんですこの1年の間に。はい、すごいっすね。まあ、ちょっと興味を持ち出しましてね。先生になってから、まあ、先生にお話したと思うんですけど、やっぱ奈穂夫人っていうの奥さんにとっても詳しくて、はい、奥さんすごいですからね。そうなんですよ、ね、はい、で一緒にいるからね、だいぶいけるようになって。そうなんですよ。その世界へズブズブと入っていっちゃってる、ね、入っていけてるんですよ今は。だから大体僕お祓いできるんですけども、でもこんな僕でもお祓いできないものが最近あり、多分出てくんじゃないかと。多分それは妖怪に違いないと。ははー、そう決め込んじゃってるわけですね。だって僕にできないのはやっぱ妖怪しかないですから、それ以外全部できますから。そうなんですか。、はい、そうなんですよ。もう今どんどん成長してますからね僕は。はい、妖怪だとするとやっぱおぎには何もできないので、ちょっとね、正体が分かりませんから。はい、ということで妖怪の正体が分かれば、その対処方法も分かると思うんですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい。そもそもですよ、はい、その邪念の正体が妖怪ってことあるんですかね。まあ、昔は大体ほとんど、妖怪のせいだということになってたんで、あるいは精霊、悪い精霊のせいだとか、昔の発想ですね。なるほど、最終的に妖怪のせいにするっていうのは、大体こう。そうか、邪念、まあお祓いが無理だったら、はい、妖怪とかいう、はい、昔もやっぱそういう流れ、一番ストレートな、はい、なるほど、分かりやすい方法ですね。そうなんだよ、だからそうなんだね。おぎがもしお祓いできないと妖怪なの大抵、まあ、当たってたんだ、そんな考え。それはしょうがないんだよね、はい、じゃあその邪念の内容を聞けばどんな妖怪の仕業だかっていうのも大体分かるんですね。分かるかどうか分かんないけど、ええ、でも大体はこう、あいつ臭いなとか、まあ見当つくかもしれませんね、ええ、おー、いやー、力強いね、これは。それさえね、分かればね、俺もね、今後、荒俣先生抜きでもいけんじゃないかと思うんですよ。なるほどね。やっぱ荒俣先生もお忙しい方だから、そんなにやっぱしょっちゅう呼べるわけじゃないので、やっぱ大喜利だけで対処できるようにしておきたいんですよ。ポイントは思いつきですよ。思いつき、聞いたときに。
まあ、僕のお祓いも思いつきみたいな思いつきますからその場その場で変わってきますから、うん、さあそれではですね、はい、まあ、一応リスナーの悩みを紹介したいんですが、はい、その前にですね、荒俣先生を尊敬してやまない那穂夫人からですね、はい、荒俣先生にちょっと聞きたいことっていうのがあるんです。ああ、そうなんですよ、はい、今日もね、この家出るときにそういう人と先生に会うって言ったら、はい、まあ、いろいろ言われたんですけど、はい、全然もう頭に入ってこないんですよ、その言葉が難しくて。難しいのダメよ。まあ難しいって僕だからわからないだけであって、でちょっとメールでいただいたんですよね。だから、ですね、今度日光東照宮の陽明門前で直太郎がコンサートをさせてもらえるのですが、あそこら辺の興味深い風水話が伺いたいです。おー、陽明門ね、日光でございますね。そうですね、日光ですね、はい、はい、風水だらけじゃないですか、ここは。そうなんですか。向こうとっても、まあ、徳川とかですもんね、はい、大体家康という初代の将軍が、うん、幕府の将軍が亡くなる時にすでに、うん、久能山という、静岡のところに私を埋葬しなさいという、うん、遺言を残して、うん、あの有名な天海僧侶、うん、はい、明智光秀が生き延びたとかいう、うん、はい、百何歳まで生きてたという、うん、あの人を筆頭に、うん、呪術師たちがいろんな方法を考えて最終的にお墓を作って、そこに魂を安置させたのが日光のあそこですよね、陽明門のあたりの、はい、東照宮という、東照宮ですね。東照宮というのはみんな家康の、はい、安置場所、魂の神にしてそこに安置してある場所は大体東照宮っていう名前になってて、あれが、はい、まあ、一種の本家ですね。一番強力 な、はい、あ、一番強力なんですか。はい、なんかいろいろこういうと、なんかこの江戸城と、なんか位置とかいろいろありますよね。はいはいはい、雷門などありますあります。なんかあそこはね、北の方なんですよ。東照宮、江戸から見ると、はい、はい、うん、で、江戸から見るところに私が死んだ後も、うん、まあ、北の方って、うん、邪悪な霊やなんかがたくさん多いんで、うん、北を守りましょうというので、うん、自らここに埋めてくれと言って神になって、うん、お、江戸が北から攻められないようにブロックしとるわけですね。あ、自分自ら、自分自ら、はい、自分がそこ神になって俺が守ってると、俺が守ってる。そうなんです。はあ、かっこいい。だからすごいんですよ、あの人は。家康は死んだ後も守ろうという、バックを。その割にはダメになりました。そうですね、まあまあまあ長かったですけどね。長かったですけど、ね、普通逆だもんね、そういう嫌な方にはやめろっていうもんね、うん、そうそうそう、うん、埋めるのね。でも家康はすごくて、神になって、守ってくれているんで、まあ、北の方はそういうことで、うん、非常に重要な方位なんで、あそこを侵されないようにというので、うん、家康自らが、まあ、あちこちで守ってるんですけれども。ああ、陽明門ではすごいんですね。だから陽明門はもうその中の一番の門なんで、一番のパワースポットですか。一番のパワフルなところですね。だからあの辺は死後の世界にもつながっているんで、うん、非常に何て言うんだろう、霊やなんかが集まってくるような場所っていう形で設定をされてるわけですよ。あ、陽明門の、陽明門のあの辺は、だからあの門は、竜の鱗だったりするので。どういうことですか、竜の。だから竜ってものすごく力の強い神獣なんで、はい、うん、竜をはじめとして鳳凰とか、うん、白虎とか、はい、清流とかっていうのが4つの方位を守ってる形っていうのが一番これ堅固な都市ということになってるわけですね、昔から。那穂夫人聞いてた今すげえ一番聞いてんじゃない。今今多分泣いてると思うよ。泣くような話ですそれで北の方は玄武ってやっぱり武士も非常に関係ない。今夜のメガネビーキは妖怪博士の荒俣博士先生があなたについた邪気の正体を暴いてくれる。出た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 、荒俣先生が出た。今夜のメガネビーキはあっち行きなさい荒俣夏の妖怪お祓いスペシャル。オカルトの権威荒俣博士先生が邪念の正体を暴きます。さてさて、どうなりますことやら、どうなりますことやらですぞ。
望もうと望むまいと我々を窓へ引きずり込むじゃねえ。人々の弱き心に忍び寄る魑魅魍魎の妖怪ども、あっち行け、あっち行け。なぜ我に近寄る、なぜ我を惑わす。今夜このメガネビーキは100回目を迎えるが、それをスタッフ一同忘れていた。それもお前ら妖怪の仕業か。あっち行け、あっち行け妖怪、あっち行けアラバタ。邪気に怯える全てのリスナーたちに捧げる、あっち行きなさいアラバタ夏の妖怪スペシャル、あっち行け。いや、あっち行け妖怪いいんだけどさ、はい、あっち行け荒俣おかしくない？呼んで行っちゃうんだね。あの先生に妖怪教えてもらわないとお前あのできないんだよ、除霊を。それ興奮しちゃったらあっち行け荒俗になっちゃうと何もできなくなっちゃうから。それより何より、なんで日光の話を途中で終わんなきゃいけないの？まだまだ続きがあったのに。日光あったんすか？あったっす。あー、だから CM 中に3通りだけしてしまいましたけど、なんであの途中で終わったかっていうと、はい、奥さんはすごい興味深く聞いてるんでしょうけど、はい、俺ら二人がさっぱり意味が分かんない。そんだけ本当分かんないんですよね。さあ今回100回だったんですね、はい、すごいな、100回、100回記念だったんですね、うん、はい、さあそれではリスナーから荒俣先生にたくさんの親の身紹介をお悩みを紹介させてください。お悩みね、いっぱい来てますのでね、うん、それではですね、まずラジオネームイーグル、うん、どうも、俺はトラックドライバーをしてますが、うん、すごく短気なんです、うん、前の車が車線変更をしようもんならパッシング、そして窓を開け怒鳴る、うん、短気は損気なんて言いますが、これは何者かの仕業なんでございましょうか。あ、まあ、すぐ切れるんですねこの方は、あの、分かりやすく言うと、うん、うん、これは荻のお払いで解決できんの？これは難しいんじゃないの？これいけないかな？これ無理。あっち！ああ、言いづらいもんな、ちょっとな。あっち！ああ、でも全然効かないな、これ。無理。ああ、無理だね、これ。これ、荒俣先生、はい、これは、あれですかね、どんな妖怪なんですかね。荻にわからないってことは多分妖怪の人だと思うんですけど。短気な。すぐ切れる。すぐ切れる、うん。食べ物のせいじゃないですかね。え？食べ物？はい。何すか？なんか悪い、あの、特、うん、はい、特殊な、なんか、妖怪じゃないですか。妖怪、なんか悪い食べ物を食べてる。食べてるってことですか。これ妖怪の仕業じゃなくて、食べ物を。食べ物のせいじゃないかと思うんですね。あと、そう、ええ、の、仕業、ええ。食べ物の仕業。切れやすい食べ物って何ですか？例えば子供たちが最近切れてるのは給食で、うん、はい、あの、なんて言うんだろう、人工的なものを食べたり、それから砂糖食べ過ぎたりとか、いろんな話が、うん、砂糖悪いんですか、切れやすい。これはじゃあ砂糖のせいですね。砂糖のせいじゃだけとは言えませんけれども、食べ物全般が全般に殺しそうだね。こういうもっと自然な食べ物を食べた方が、味噌汁とか納豆とか、バランスよくとか、バランスよく、なんか変色なんじゃないですかね。変色か、うん、これはもうそんなの妖怪の仕事とかじゃなくて食べ物、妖怪大体あの、うん、これ車運転する人ですよね。はい、そうです、トラックのドライバーさんですね。確かにあの、ま、周りの環境は、うん、化け物系がたくさんうろうろいる場所ですよね、道路っていうのは。ああ、そうですか、ですか、化け物。最近多いのは、はい、あの、100キロババアとかね。え？最近ですか？なんか最近多いですけど、最近多いんですよ、それ。だから、あの、トラックで走ってると、はい、なんかふっと見ると窓の外に、ばあさんがこっちの方、あの、窓を覗きながらニヤニヤしているんで、おかしいな、100キロ出してんだけどなって言うと、それと並行して、そのもうばあちゃんが100キロで走りながらニコニコ、これ最近有名ですよね。そのちょっと前はターボ爺さんとか言ってました。
夜になる。そういうのが夜になるとみんな走ってるわけですよ、どん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 。だからふっと見るとそういうなんか一緒についてきているばあさん、ばあさんやじいさん大活躍してるわけですよ。最近多いですね、高速道路とかああいうとこには。なるほど、キロババアにターボじいさん、ターボじいさんとかね。ターボじいさん、ターボなんですね。早いってことですね。早いのはそういう環境になっちゃってるんですね、最近ね。昔ほら幽霊トンネルとかそういうんだったんだけど、もう待ってないわけですよ、追っかけてくるわけですよ。うわ、怖いですね。だから150キロぐらい出さないと逃げられない。100キロままだって100キロ以上出せば逃げれるわけですよ、基本的には。可能性はありますね。100キロしか行かないです、ね。はい、でも向こうがさらにパワーのあるばあさんだったらついてくる可能性ですね。ターボババーみたいな、ターボがついたら抜いたと思ったんだけど、ちょっと見るとへへへっつってついてくる可能性。いやだから100キロババーと、うん、そのターボじいさんが付き合ってたらやばいよね。やばいね、それは。それはね、100キロから行こうとした時にターボじいさんがね、俺のターボ使えっつって貸して、うん、それはまずいよね。だから環境的には確かに怖い感じがある。付き合ってる的な情報はないですか、別にその恋愛感情があるとか。付き合ってるかどうか、まあでもね、うん、じいさんばあさん最近は元気だからね。可能性ある、付き合ってる可能性も。100キロで走ってビュンビュン飛ばしてるぐらいですから。まだまだ元気ですよね、うん、それは。いやだって、いやでも話は合いそうですもんね、100キロばあさんとターボじいさん。やっぱり恋愛も暴走してる可能性ありますよね。わら、うん、これまたうまい。はい。恋愛も暴走してる可能性ある。じゃあこれはトラックドライバーのこれラジオネームイーグル。まあこれすぐ切れるっていうのは妖怪の仕業というよりは、はい、あの変色だと。うん。だと思うんだけど、ないしは仕事がきついかですね。どっちかさ、そんなことよりも100キロババアとかに気をつけた方がいいのかな。ただ周りはいろいろそういう、うん、はい、化け物系統がうろうろいるところだから。なるほど。すぐ切れる妖怪っているんですか。すぐ切れる妖怪ね、ああでもちょっと違うかもしれないけど、はい、江戸時代には忙しっての言いましたね。忙しい、はい、はい、もう名前の通りで年中忙しいんで、あっち行ったりこっち行ったりで、あこの辺はだけてこんな感じになって、はい、襟が引っ張られて、いつもこうなってて、それで手をこんなことやりながらあっちへ行ったりこっち行ったり、イラ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 しているイライラお化けはいますよね。イライラお化け、イラ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 忙しなのがイライラお化けなのか。イラ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 してる。じゃあそういうのがもしかしたら、じゃあその辺の忙しい、その忙しとかがいて、それでほらだって、はいはい、短期でしょ、うん、だって前の車を車線変更しようとか、うん、そういう車で大体ね、うん、切れる人って急いでんですよ。ああそうだね、急がなくてもいいのに。そうですね、忙しの仕業って可能性もあるのか。うん、まあその可能性あるから、まあのんびり行くっていうのが。なるほど、うん、なるほど。制限時速を守れば、ね、自然に短期は治るんじゃない、うん、忙しもいなくなる、忙しもいなくなる。ああこのやつについてたって、こいつ急がねえから、はい、そうか、そうだ、忙しがだからついちゃうんだ、こいつ急ごうとするから、うん、そう急ごうとするから、ゆっくりしてれば忙しがこんなについてもしょうがないと思って、そうそうそう、お酒どうぞでどんどん酒へ行かせれば。なるほど、じゃあラジオネームイーグルは、うん、ゆっくり運転するようにう、ね、ゆっくりそしたら忙しも違うやつを探してそっちに着くからね。短期も収まるんじゃないですかね。ですよね、うん、すごいね、さすがですよこれは、うん、続きましてですよ、ラジオネームクリップ、うん、今年の春に富山から東京に出てきた大学1年生です、うん、初めての一人暮らしで最初はテンション上がってたんですが、うん、今は慣れちゃって、うん、部屋もめちゃくちゃ汚いっす、うん、全然片付ける気が起きません、うん、小木さん、もしかしたら俺には汚い妖怪がついてるんじゃないでしょうか、うん、だとしたら一刻も早くお祓いしてくださいお願いしますと。なるほど、ということで小木さんちょっと出てきてますけど、でもこれも邪気ではなさそうですね。邪気とかじゃない、じゃない、今までとはちょっと違いますねこれは。小木だけでは無理、まあこれは無理だろうね、うん、ってことはバラモト先生に聞かなきゃいけないけど、これは邪気ですね。あ、そっちはジャキだ、これはジャキ、ってことは物を片付けらんない。でもね先生、僕からしたらこうジャキではないと思うんですよ、これは妖怪だと思うんですけど。あ、妖怪ね、うん、はい、これちょっとお互い意見が分かれちゃってますけど、うん、ちなみにそのなんていうんですかね、まあこれ部屋が汚いっていうね、はい、ことなんですけど、うん、いわゆるその汚い部屋を汚しちゃうみたいな妖怪っていうのは存在するんですか。うん、いやこれはもう日本の最も得意とする妖怪グループの一つですよ、ね、はい、妖怪グループ、妖怪グループ、うわすげえ、すげえ、
詐欺グループみたいな、ほとんどあれじゃない、安土桃山ぐらいからそんな時代古い、もうだから厳然と言いますよね。何ですかこのグループは。このグループ通称つくも神と呼ばれているグループ。はい、つくも神。ほらお正月の前になって年末になると、はい、こうなんか1年間たまったゴミとか、はい、いろんなものを新しくして、はい、古くなったものを捨てたり、はい、まあ、お札なんかもね、はい、焼いたりする。あ、そうですね、1年経つともう古くなるんでみんな捨てちゃうわけですよ。つまりゴミですよね、粗大ゴミをたくさん出して、はい、で家の中をきれいにして、うん、掃除しないと新しい神様来ないから、年の神様、うん、だからもう掃除は必ずもう嫌がおうでも年末にやらなきゃいけないんで、この時にゴミをたくさん捨てるわけですよ、うん、そうすると捨てられた子の方は黙っていないわけですね、うん、あのこのお悩みの人みたいに本当は、うん、身の回りにあるゴミとかそういうのは、うん、お部屋の中で一緒に暮らしたいわけですよ、もう長く、ね、ゴミたちは。でもどん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 捨てられちゃうんで、うん、そのうち頭に来てですね、うん、妖怪になっちゃった、うん、なんで俺たち捨てるんだよって言って夜になると、うん、でなんとか復讐しようって言うんで妖怪になっちゃったのがつくも神と呼ばれる。これ完全につくも神の仕業じゃないですか。そしたらそう、さっきジャガって言ったよ。そうなんです、さっきジャギだって。これ絶対妖怪の仕業じゃないですか、うん、したら、まあ、この人の場合には、うん、今の話だとあの富山あたりでしたっけ、富山から東京に来て、出てきたからその段階で、うん、もうすでに東京の邪気に当たってるっていう可能性はあるわけですね、うん、なるほどね。難しいところだね、邪気か妖怪かっていうのは。でもその片付けらんないっていうのは、本来は片付けたいんだけど片付けらんないっていうのは、片付けて欲しくない、うん、妖怪がもしついていると仮定すると、これはつくも神ですね、うん、妖怪グループ、うん、でも昔から日本人はそれの追い払う方法は、うん、どんど焼きっていうのがあったわけです。おー、あるんですね、そういう。お正月の行事でどんど焼きって東京あたりでもやってる、どこの田舎でもどんど焼き、どんど焼き、どんどどんどって言って、どんどんいろんな古いものを投げ込んで、うんうん、1年のものを燃やしてすっきりして、うん、いろんなものを着物とかみんな新しくして、うん、着る。あれはもうまさにそういう、なるべく古いものがこう残しておかないようにというので、なぜならほっとくと妖怪になっちゃうから。あ、つくも神、つくも神から、はい、これつくも神をだからじゃあ払うにはそのどんど焼きしかないわけですよね。どんど焼きですね、これは。どんど焼き、結局、はい、あのこれはね、あの焚き火を燃やして、はい、どんどどんどと言いながらね、じゃ個人でできるんですね。個人でできる。どんど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 っていうのがね、これ地方によって言い方がどんどとかいろいろな言い方あるんですけどね。どんどっていうのがポイントなんですよ。どんどどんどどんどって、これどんどん入れるって意味じゃないらしいんです、どうも。本当はね、うん、昔はあの、とうとうとうとって言いながら、はい、あなた尊いものなんですけど捨てちゃいますよ、尊いんだけどねと言いながら捨ててたらしいんだけど、いつの間にかもうどんどん捨てましょうになっちゃったんで、どんどんでいいですか。もうどんどんですね。このラジオネームクリップは、はい、これ別に年末じゃなくても明日でも明後日でも、そう、明日でも明後日でもいい、どんどん焼きをする、どん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 で、ただあのいきなりやると、うん、あのいろんな都の条例とかに引っかかるから、まあ、そうですよね、火をつけちゃいけないんだけど、ね、ちゃんと考えて、はい、うん、そうか、火つけないでどんどん焼きは無理か。だから最近はその代わりに、うん、袋を買ってきて、袋、それで分別ゴミにして、うん、それで定まった曜日に出すというのがどんど出しだ、どんど出し、あ、いいですね、さすがお前、どんど出し、出すときどんどと言わなきゃいけないね。出すとき、出すときどんど、うちは部屋ちゃんと片付けて、はい、あのゴミに片したやつ、はい、ゴミを入れて、それをその燃えるゴミの日に、はい、どんど出すと、どんど出すとね、どんど言いながら、どんどと言いながら分別しないとダメですよ、分別、分別して、はい、誰や、あの解決で、これで解決する、もう全く簡単な解決法だね。簡単ね。すごい。つくも神は普通にゴミの日に、だから入ってるわけです。つくも神が、ゴミに捨てられちゃうんだ、つくも神。カラスに突かれたりしながら、でもドンとって、はい、それはドンとドンとって言いながら、はい、置けばいいから、置けばいいですね。ドンとドンとって言って。いや、よかったね、ラジオネームクリップ。これで解決するんじゃないかと思います、ね。わかった、ちゃんと片付けてね。だから。ゴミを出して、どんと、どんと出しすると。はい。
ということで解決ですね。どんと出して新しい方法が、ですね、はい、やっぱ今焼けないですからね、なかなか。そうですね、今の時代のね、こんなんでそうそうね、ラジオ聞いたってそこら辺で火事されても困っちゃうから。そうそうそう、まさにね。だからやっぱこれどんと出ししてもらった方がいいね、うん、やっぱ現代的なね、うん、お払いの仕方ですよね。そうですね、うん、だからこれ今多いじゃないですか、こういうゴミ屋敷になっちゃう。はいはいはい、いますね。あれは完全にでしょ、雲神だね、あれは。そうか、だからあれ別にゴミが妖怪化してるわけですね。ゴミ屋敷の主人が悪いわけじゃないわけですよ、あれはあのゴミが悪いんです。ゴミが、ゴミが強いわけです。あれもなんかどんどん出し、あの店のね、店じゃない、その主が、家の主が一大発起して、あのよしと頑張って整理整頓して、どんどん出しすれば解決するわけですよ。そうなんだけど、夜になるとツクモガミはこう外へ行かさないようにするわけですね。おそらく。そういうのなんだ、夜行性なんですか、ツクモガミ。ツクモガミは夜行性ですよ。夜中になるとうろうろ外を、あの通りなんか歩いてますよ。ツクモガミ通り歩いてる、歩いてんですか。はい、ツクモガミが歩いているのが大体あの百鬼夜行と言われる、夜になるとみんなで行列でエッサエッサって歩いて。ああ、そうか、妖怪グループ。せいぜいどれぐらいなんですか、ツクモガミって。あのだから、例えば電話機なら電話機の大きさ、雑巾なら雑巾、そういう大きさ全部違うんだ、はい、ただ手足が出てますけどね。あ、それに、はい、それに霊ですから、妖怪になってるから。最初わかんないですね、電話の手が出ててもそれがツクモガミかどうかってね、はい、うん、だからあのハサミのツクモガミとかね、もういるんですか。ハサミのツクモガミ怖いですよ、髪の毛切られちゃいますから。夜外に一人で歩いてる女の人とか、ね、なんでそんなことするんですか。だから茶髪の女の人とか、こんな長い髪の女の人だと、つくも髪がちょっといたずらの心を起こしてチョキンと切っちゃう。うわ、怖い。髪、髪、茶髪とかあんま好きじゃないの。あんまり好きじゃないんだよ。つくも髪、茶髪あんま好きじゃないんだ。いやでも、まあ、でもどんどん解決してってるからさ、ね、小木さんまだ悩み来てるから、はいはい、ね、はい、ラジオネーム童貞大臣、童貞大臣、童貞大臣が来てます、はい、小木さん、はい、助けてください。お、来年大学を卒業するんですが、はい、彼女ができないんです、うん、できる気配もありません。あ、このモテなさっぷりは絶対妖怪のせいだと思います。どうかその妖怪を追い払ってください、うん、僕に早く女の子を抱かせてください。もう抱きたいと。抱きたいんですか。これはちょっとモテない原因をね、調べないといけないけども、小木さん、これ払いますか。いや、これは無理だね、これもね、いつものあっち行きなさいって、うん、無理、これ無理無理無理。もうだって妖怪ですもん、それもう。だってこの本人も妖怪だって言ってるでしょ、もう。まあ言ってるね、うん、無理無理、妖怪は俺には。これいわゆる、うん、まあ、モテないんですけども、例えばこいつをモテないわけじゃなくて、誰かがその妖怪がね、人の恋を邪魔してるって可能性もあるわけじゃないですか。まあ可能性ありますけどね、はい、人の恋を、これすごい細かいですけど、うん、あるんですか、そんな人の恋事をね、邪魔する妖怪なんているんですか。いないことはないと思うんですね、やっぱり嫉妬深い妖怪がいるんで。嫉妬深い妖怪、特に妖怪じゃないけど幽霊の類は怨霊は多いですよね、うん。あ、幽霊たちね、それから源氏物語にも出てくるけれども、生き霊っていうのがいて、これはすごいですよ。あの好きな男の子がちょっと違う女の子と話してると、うん、そのまんま生き霊になって、うん、ね、何やってんだよっつって相手の女の子をいじめたりする生き霊はもう源氏物語にも出てきますからね。そんな前から、ね、そんな前があるんだ。そんな前からで、みんなこう痩せ劣っちゃうっていう。はいはい。そういう妖怪はいないんですか、生き霊じゃなくて、そのモテなくする妖怪とか。妖怪はね、超モテない妖怪とかふっとは出てこないけど、はい、人間が妖怪になるケースはありますね。人間が妖怪になるケース、はい、鬼になる鬼女っていうのは、うん、だいたい嫉妬で狂って、ああそういう形になってくるっていうのが多いわけですよね、その妖怪の中でもすごいモテないとか、うん、嫌われてる妖怪っているんですか。嫌われてる妖怪は、はい、結構いますね。ものすごく嫌われてる妖怪って何ですか。そういうのがついてたら、そういうのがほら、例えばそういうのがもしついてたら、ね、そのこいつも ね、うん、この童貞大臣も、ね、それがついてたことによって嫌われてる可能性もあるんですよ。ああ、うん、だけど、ものすごく嫌われてる妖怪って結構多いですよ、それ。例えば、なるほど。だ今言ったような鬼の類とか山マロとか山の中に出てくる山マロ。山マロ。
山ワロとかね、それから山にいる山女とか、うん、いろんなのがいて、そういうのはちょっと違う生活空間で生活をしているので、うん、やっぱり趣味とかいろいろ合わないから、うん、どうしてもモテないっていうのがあって、趣味合わないんですよ、山女は。だから大体山の中女の子が行くと、はい、うん、そのまますぐさらっちゃうやつとか、山女。雪女と山ワロ、雪女もそうですね。だから逆に、はい、そういうこう、うん、モテない妖怪がたくさんいるから、うん、モテない妖怪を相手にするという手はあるんですよ。おお、うん、だから雪女の例はもう最たる例ですよね。おお、つまり雪の中でうろうろしていると、うん、雪女が出てきて、大体あのちょっと道に迷っているんですがなんて言うと、じゃあうちにいらっしゃいって言って中へ入れてくれて、それで一晩ちぎりを結ん、もうすぐちぎりを結んじゃうわけです。すぐなんですよね。でもあのデート3回とか必要ないわけですよ、もう。これ童貞大臣だとすぐ引っかかって、童貞大臣に持ってこい、ね、大好物、すぐ引っかかって、それでもう翌日には夫婦ですよ、もう。そんな早く、うん、で向こう待ってんだもん、だってモテない妖怪だから。そうですよね、人間が来るので夫婦になっちゃう、夫婦になっちゃうんですよ、で夫婦になった後、うん、子供もできちゃうわけです、で楽しく暮らしてるんですよ、でただ一つ、このモテない妖怪と仲良く暮らすには、一つだけ条件があって、私は山の中で、雪女を妻にして、暮らしていますってことを人に言っちゃいけない、あるいは見ちゃいけないとかね、お湯に突っ込んじゃいけないとか、いろんな、なんかあるんですね、そういう、ダメ出しのタブーがあって、で、そういうのを破るといなくなっちゃうわけですよ、せっかくの、どっちを選ぶかだよね、だから童貞大臣、だから、多分モテないというのは、本人に多くの問題は来ていて、なんか話が下手とか、いろいろと魅力を発揮できないっていうことがあるんで、それだったらいっそのこと、モテない妖怪たくさんいるわけですから、あるいは男を漁っていたり女を漁っていたりする妖怪がたくさんいるんで、自らその渦中に入って、これはちょっと火の中の栗を拾うという。なるほど。そうするともう本当にデートなしですぐ即ちぎり、翌日は結婚という。童貞大臣は本当そうですね。童貞大臣はだからモテるようになるというよりも一番気をつけてなきゃいけないのが、いわゆるそういった雪女、山女なんですよね、この類ですね。でしょ、結局現代の山女って言ったら、やっぱりこの現代社会で、ぼったくり場だと思うんですよ、ぼったくり場。だから童貞大臣やっぱぼったくり場に気をつけるのか、行くべきなのかと思うんですよね。だから切実さによりますね。まだ耐えられるんならあんまり近寄らない方がいいけど。いやでもぼったくり場は女の子抱かしてくれませんからね。抱かしてくれないで、抱きたいわけですよね。じゃあやっぱり山行って妖怪見つけるしかないよね。それネオンよりも山が雪女か、これ間違いないですから。なるほど、山行けばいい。やっぱりいい妖怪ですからね、モテないのは。モテたいとついつい言えば都会っていうか、そういうねお店行っちゃいがちですけど。どの辺りの山がいいんですか。いや、やっぱりなるべく雪が降ってる、雪女だったら雪が降ってる、雪が降ってなければ、木曽の山中とかね。木曽の山中、泉鏡花先生という有名な文学者が「荒野聖」という本を書いてますけど、あれも怪しい、魔女がね、幼女が山の中にいて、迷って行ったら「お風呂どうぞ」とか言って。背中流してくれたり、美味しいものを食べてくれたり、もうその晩、これはそうか、なるほど、もうその晩ヌードになってくれる、もうすぐ、もうすぐ、持ってこいだな、これは。じゃあこれモテないっていうのは妖怪がついてるんじゃなくて、ほら、そのモテないんだから、モテない妖怪と、結婚した方がいいってことですよね。そういう痩せない家だっていいわけですよ。ね、お化けがいる、妖怪がいる家に行っても、自ら来てくれと言えば、もうすぐ来てくるんですよ。なるほど。これまたいい話ですね。だからそれは、なんかあり得るんじゃないかなという。なるほど。でもこうやって山にね、一人で行くのも、なかなかほら大変じゃないですか。そうですね。山っていうのはやっぱり怖いし。でも、その一人で行くの嫌だから、その一緒に山登ろうなんつって、ワイワイ、そのグループでね、男、男女で何人かで行って、ワイワイ、こう山登れば、その中で気に入った子ができて、
恋人になれるかもしれない。まあね、それはね、前提条件で。ね、でも山には大体、まあまあうん、モテない女の人が神になったり妖怪になったりしてますよね。あ、そうですね。だから山の神っていうじゃないですか。奥さんのことは。はいはい。怖い。で、大体これはブスなんですよ。どこ、山の神は。だから嫉妬深いんです。だから、綺麗な女の子とニコニコしながらハイキングに登ると、この、なんか可愛い女の子を連れてきてってんで、プンプンっていうことになったりして。それでついてきちゃってんの、それが。なるほどね。妖怪が。山の神は大体女の人で、嫉妬深い。モテないっていうのは何しろ山だな、何しろ山をみんなで行って、あの恋人作るか、うん、それかその妖怪と結婚するか、うん、どっちかになってくるもんな。そうですね。あの西洋ヨーロッパでもいいですよ。ヨーロッパの山に行っても、はい、妊婦っていう妖精がたくさんいますから。妊婦、妊婦、日本では妖精っていうふうに訳されてるけど、はい、山の精霊ね、ヨーロッパでも、こういうなんか山に入ったらみんなで寄ってたかってわーっと来て、うん、もうすぐその場で、はい、いろんな楽しいことをやってくれるその場でいろんな、うん、もういろんなやつ、しかも集団でですよ。すごい、それは。そんな妖怪いるんですか。妊婦ってだから、あまりに過剰なエッチな女性は、うんうん、この妊婦の病気だっていうんで妊婦マニアっていう名前についてるくらいです。ヨーロッパも行ったらいいんだ。じゃあ、いや、ヨーロッパもです。ただ男のスケベな妖怪というか精霊もいて、はい、パンというのがいますから。パン、パン、これは年中綺麗な女の子を見ると追っかけてくる妖精もいるんで、妖怪もいるんで、気をつけた方がいいですね。男と女両方います。いいかもしんない、うん、日本の方はまだなんか情があってしっとり、集団で来ませんから。雪女も一人でポツンという。どっちかって言ったら、だからヨーロッパも良さそうだから、同性大臣もそのヨーロッパをさ、うん、誰かその可愛い女の子見つけてさ、うん、ヨーロッパと一緒に行って二人で一緒に行けば向こうで結ばれるでしょ。まあまあまあ、あるんじゃないの。ね、もう山も行かなくても結ばれる。あ、そしたら山も行かなくてもいい。ヨーロッパご招待したらもう別に山行かなくても。あ、そうだよ。妖精なんで。パリでお買い物した方がいい。何でしたっけ、妖精、そのヨーロッパの。妊婦。妊婦。妊婦。だから妊婦を見にヨーロッパ行こうって言って、女の子誘って、ヨーロッパ旅行一緒に行って、したら絶対付き合えるでしょ。まあまあ。そうですね。ね、付き合いますよね。はい。だからそれがいいんじゃない。ラジオネーム童貞大臣、女の子誘ってヨーロッパ行けんだよ。そうだ、そしたらうまくいくかもしれない。うまくいくと思う。抱けるかもしれないね、これは。抱ける抱ける、うん、まあそれだけが目的なら、それは非常に有効な手だと思いますね。そうですよね。除霊よりも入っちゃうってことですね、妖怪の世界に。そうそう、そっち、そっち、まあいろんな方法ありますね、はい、もうみんなギラギラして、うん、飢えた狼のような世界の部分があるということですからね、妖怪の世界は。さあ、それでは続きの、はい、いきますよ、はい、ラジオネームアンタレス21、小木先生、荒俣先生、こんばんは。こんばんは。私は以前から悩んでいることがあります、うん、それはデパートに行くと必ずエスカレーターとエレベーターを言い間違えてしまうのです。頭の中で分かっていても間違えてしまいます。これはデパートに住み着く妖怪、または幽霊のせいなのでしょうか。もしそうだとすれば除霊をお願いしますと。これは、ね、言い間違えるね、ちょっとね。エレベーター、エスカレーター、小木先生、いかがですか。間違えるっていうのは、これジャッキーですか。そういうジャッキーは今まで聞いたことないんだよな。言い間違えるジャッキーって今まではないね。ない、うん。あ、そう、ちょっとそっちのあれ、そっち行きますか。荒俣先生のあれかな、担当なのかな。じゃあ妖怪だとすると、言い間違えたり、うまく言えないってことですね。はい、そうです。あはあ、うまく言えない。一つ考えられるのは、人間がいろんなことがうまくできなくなるっていうのが、はい、いて、妖怪ブルブルってのがいますね。妖怪ブル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 、年中こうやってブルブルブルって、ブルブルして、口も舌がブルブルしてるから、うまくあらららららららっていう感じ。あ、そうですか。そういう妖怪はこれ有名なブルブルっていうのがいますけどね、あ、これデパートにブルブル、ブルブルっていうのはどこにいるんですか。まあ普通の民家にも、江戸時代では民家、古い民家とか、江戸時代にいわゆる呉服屋とかにもいたりしたんですかね。もし呉服屋にいたら、ほらデパート、あ、ね、
よういいことを言いますね、うん、デパートはほとんど全て呉服屋からスタートしてるから呉、ね、服屋で出た可能性はありますね。もともと呉服屋から出たらやっぱり可能性ありますよね。そうですね。そうするとなんかそいつがついていると何事にしてもうまくいかないという、うん、なるほど。文字を書くにも難しいし、あ、ブルブルしちゃうから、ブルブルしちゃうから、何、そうだ、言葉を発するにも難しい。これブルブルのその嫌いなものっていうか弱点っていうか、なんかそういうのがあったら解決できると思うんですけどね。これブルブルの仕業だとするとね、うん、ブルブルどうにかやっつけないと、ずっとこの人エスカレーターで間違えちゃったら、この先ね、ちょっと僕らもほら不安でしょうがないし。でもなかなかあの全ての妖怪について退散させる方法があるっていうわけでもなくて、あ、わけでもないんですか、うん、名前だけあるんだけど一体どういう妖怪かっていうのがわからないやつすらいますからね。名前だけあって何の妖怪かわからない、何をやってんだかわからないっていうのはほとんどっていうか、例えばパッと思いつくのはどんなの、パッと思いつくのだと有名なのは豆腐小僧っていうやつですよね。豆腐小僧、それ何やってるか分かんないですか、これなんかしとしと雨が降ってる夜かなんかに街、あの歩いてるとちょっと角かなんかで、あの傘かぶったちっちゃな子供が豆腐をも一丁持ってるわけですよ。はい、で立ってるだけなんですけど、立ってるそれ妖怪なんですよ、ね、妖怪らしいんだけど何をやってるのか分からない、ね、分からないと角で、はい、害があるわけでもないんですよ、ね、害はないですね全く。あ、じゃあほっとけばいいんだ、豆腐持ってそれ話しかけなくてもいいし、何にもしなくてもいい、いいと、で別に来てもどうっていうことは、まあ可愛い子なんですよ、豆腐持ってるだけだから、はい、これはなかなか、それでも豆腐取り上げちゃったりしたら大変なことになったりする、泣いちゃうんじゃないかな。今夜のメガネビーキは妖怪博士の荒俣博士先生があなたについた邪気の正体を暴いてくれる。出た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 、荒俣先生が出た。今夜のメガネビーキはあっち行きなさい荒俣、夏の妖怪お祓いスペシャル。我々おぎやはぎからのお土産プレゼントもあります。出たな妖怪お土産小僧、出てけ出てけ。いや、どんどんねやっぱりね、はい、メールが来てるよ。まあそうでしょうね、それはね、夏ですよね。なるほどね、悩んでる人ってこんなにいるんだね。バラをもつかみたいというか、妖怪をもつかみたいという感じなんですね。要するに妖怪をもつかみたいってどういうことですか。まあ先ほどね、童貞もそうですよね、人もすごいね、ラジオネーム、はい、ノモレス、うん、小木さんと荒俣先生に悩み相談です、はい。もう二十歳になるのに字が綺麗に書けません、うん、癖字とかじゃなく友達からは小学校低学年が書くような字だと言われます、うん、普通に汚いんです、うん、これって何か原因があるんでしょうか。これは難しいね。結構悩んじゃってんのよ、やっぱり二十歳にもなって、うん、丸文字とかじゃないのよ、いわゆる、はい、もう汚いんだよ、ちゃんと書いてるわけですよ、小学生が書くような字になっちゃうわけよ、うんうん、2年3組、はい、なんて、矢木健みたいな、あ、これは小木さん確かにね、今までそうやって字の汚いものを見てきても、うん、僕はそれを全然邪気だとは今まで思ったことはないんですよ、うん、天才なんじゃないかと思う時はあります、たまに、あ、汚い方がね、字が汚い方がこいつなんかすごい天才かなと思う時あって、あ、でも邪気ではないですよね、これは。まあ汚い字は最近は味があるんで、まあね、下手馬っていうこともあるから、あの先生ってあんま下手そうですよね、字がね、字が、はい、いや、そうでもないです、結構上手いですか、ええ、あ、そうですか。小学校の時はお習字は結構成績は良かったですから、なんかガーッと汚い字で書き殴るようなイメージがありますよ ね、いや、そんな荒っぽくないです。あ、そうですか、すごく丁寧な、ね、すごく丁寧な、はい、丁寧な、あ、そうですか、はい、これはちょっと小木さんには分からないってことですけど、はい、これ字が下手なのは何でしょうね、なんか人の美的感覚を狂わす妖怪というか、人の美的感覚を狂わす妖怪ね、とか、まあ勉強嫌いの妖怪とか、ね、字が下手ってなんかね、まあこれブルブル
ブルブルもありますね。ブルブルってうまく聞かないっていうのは。ブルブルがね、いる可能性もありますけどね。ありますね。でも字がそうね、なかなかこう物事がよく覚えられなかったりするっていうのは、妖怪ではなかなかふっと思いつかないですけどね。小学校とかそういうところに現れるような妖怪とかいるんですか？子供に悪影響を及ぼす、多分これ子供の頃だと思うんですよね、原因が。ああなるほどね。子供によく出てくる妖怪とか。あ、子供にねくっつくやつね、くっつくやつとか。それだったら子供好きなのはやっぱり、カッパとか好きですよね。カッパカッパが引き当たって可能性ある。王道来ましたねこれ。カッパ、カッパが好きなケースがありますよね。カッパ子供が好きなの。これはねやっぱり本人もね、あのまさか字が汚い理由がカッパだとは思ってないと思うんで、かなりこれはすごいところから入ってきましたけど、カッパってのは子供が好きですか？好きですよ。だから今でもカッパ出るじゃないですか、よく。出ます？つい最近も鶴見川とかあっちの方で。出ました。ええ。出たんですか？みんな子供やおばさんたちが来て餌やったり、ね、愛称タマちゃんとか名前つけたりして。カッパに。あれカッパですよ、全部。あれのタマちゃんとか言われてるものは、江戸時代だったらもう間違いなくカッパで。あ、もうカッパでもうそのままついちゃうんですよね。じゃあああいうのがその子供についてる、子供についてる可能性は、子供がもう字なんかほったらかしになって、勉強しないで、楽しいタマちゃんと遊んだりっていうのがあるかもしれませんね。ということはですよ、これやっぱり字がほら綺麗になりたいわけじゃない、ねえ、はい、でカッパに邪魔されてなかなかね字もうまく書けなかったの可能性もあるから、あとタヌキはタヌキの可能性もありますね。タヌキ、タヌキって、はい、妖怪なんですか？タヌキは妖化け物に化けますからね。あ、化けるか。そうかそうか。動物は多いですよ。妖怪といっても、はい、霊じゃないケースがたくさんありますから。うん、さっき言ったあの器物ね、ゴミの妖怪もあるし、はいはい、だ動物の妖怪はもう日本たくさんいて、タヌキはこれ筆豆なんですよ。で字がうまいんですよ。タヌキの数どういうことですか？だからこのタヌキの妖怪を逆につけてもらうわけですね。ここにいいか。はい、だ妖怪同士戦わせるわけね。そう、戦わせる。カッパ対タヌキ。カッパ対タヌキ。でそしてタヌキが勝てば、カッパはいなくなりますから、字はうまくなる。なるほど、それ字がうまくなると。鎌倉あたりに住んでらっしゃる方はもうよくお分かりでしょうけれども、タヌキが書いた、タヌキの妖怪が書いたですね、はい、坊さんの、あの格好してくるんですよ、それでお金貸してくれってくるわけですよ、あるいは、これから今度はあの寺を改修するんでお金ちょっといないので寄付してください、はいはい、でその時にありがとうございましたとか必ずこう文章を残していくんです、はい、これがまたいい字なんですわ。綺麗、鎌倉の古いお寺なんかにはこういうのはたくさん残ってるんですよ。だいたいこうタヌキが化けてお金を借りに来て、で起請文といって証文として、はい、じゃあお金いただきましたっていうのを残していったのが今だ、はい、大体寺なんかの宝になっていて、タヌキが書いたやつだ。タヌキが書いた秘書問題を、これはもうなんだ。そのか今カッパに疲れててね、そのタヌキをどうやって連れてくるかなんだよな。ここ難しい。タヌキとカッパってどっち強いんですか大体？これはなかなか難しいですね。タヌキはほとんどあの四国が本場で、はいはい、狸林とかポンポコリンとかいうのもうほとんど、はい、ポンポコリン、四国の狸はすごいですよ。親玉がいて、狐が四国にいないのは狸がみんな追い出したっていう説がある。強いんですね。でもともとだから狸とカッパっていうのは、あれじゃない、あるんじゃない、もしかしたら。だってあの中井貴一の CM が狸とカッパですよ。タヌキとカッパが出てるから。すごい発見。そういや、そうですね。これあのなるほどね、はいはいはい、タヌキとカッパが戦ってるわけだから。あ、そうだね。これはなかなか、これ中井さんじゃないよね、ノモレスって。ラジオネームノモレス、これ日本人の DNA が操作したの。あらららら、ねえ、だからタヌキとカッパ戦う、どっちが強いって言いづらいですよね。だからタヌキが一番強いところに、四国がいいですね。四国へ行って、ちょうどあれ88カ所お遍路があるから、あ、お遍路でもしながら、はい、タヌキとカッパに戦ってもらって、
なるほど。砂漠だったら絶対ガスと。はい。他にお遍路すれば自由うまくなるんじゃない？なんかね、88カ所回ってね。88カ所回りながらこういろいろ御朱印もらったりしながら回るというね。そうするとこの字を見ながら真似で、これだ88カ所巡るというね。そうだ。そうだ。お遍路だ。お遍路。お遍路で。ああ、高知。お遍路周りですね、あれ。人間的にも成長しますよ。字だけじゃなくて。そうですよね。あれだもんね。あの証券、証券もお遍路で変わったって書いてあったよ。そうそうそう。本人、あの本人。民主党の菅さんだってお遍路しました。出ましたね。はいはい。不倫だったかどうかわかんないけど、あの問題で。じゃあお遍路ですね。字が上手くなるには。お遍路は何でもじゃあ、これは聞くと思いますよ。ねえ、じゃあ下手すると頼む。そういえばお遍路は88箇所は弘法大師空海先生のゆかりの地なんで、空海といや弘法も筆も誤るという。ああ、なるほど。字のうまい。なんというつながり。私天才じゃないかと今一瞬思いましたけどね。お遍路からいきなり空海まで来ました。空海の力を借りるというね。借りるんだ。お遍路して字が上手くならないわけない。上手くなっちゃうんだこれ。絶対上手いわ。絶対。別にタヌキは勝たなくても上手くなる。上手くなるほど。弘法大師ついてますから。お遍路さえすればいいんだ。そうなんですよ。そっか。空海だ。空海だよ。これなんか商売になりそうですね、これ。身の上相談で、妖怪身の上相談ですね。かなりストライクを投げられる自信がなんか出て。これを機に。これを機に。うん、自信が出て。いや、でも荒松先生、まだまだ来てるんです。はい。ラジオネーム、西っぱら。はい。もう荒松先生に質問ですって来てますもん。あら、何ですか。僕は最近、お尻が痒くて痒くて仕方がありません。あ、そう。虫に刺されたわけでもないのに、かいてもかいてもかゆくてたまりません。これは妖怪によるものなのでしょうか。妖怪、行虫ですね、それは。え？なんすか？行虫？寄生虫、行虫や海虫が、いる。尻の周りで、たまに。そうか。今夜のメガネビーキは、妖怪博士の荒俣宏先生があなたについた邪気の正体を暴いてくれる。出た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 、荒俣先生が出た。今夜のメガネビーキはあっち行きなさい荒俣夏の妖怪お祓いスペシャル。オカルトの権威荒俣宏先生が邪念の正体を暴きます。さてさて、どうなりますことやら、どうなりますことやらですぞ。お盆ないとお参りできないんだよね。今お部屋の話盛り上がってる。急に入っちゃった。先生、はい、さっきの、はい、お尻がかゆいやつ、これさっきよ幼虫みたいなこと言ってましたが、まあ 95% は妖怪じゃなく海中のせいだとは思われますが、 5% は可能性があるのが、何ですか。妖怪ケツメってのがいいですよね。尻目とも言うけど、ケツメ、ケツメ、ケツメ、ケツの目ですね。ケツメ、これがすごいんですよ。あ、そう。はい、これはね、やっぱり夜なんですけど、ね、夜歩いてると、なんか、挙動不審な、はい、顔の表情もはっきりしないような、つるっとした、はい、ぷくぷくしたおじさんが立ってるんですよ。はい、で、何のおじさんかなと思うと、こう、目が合うと、はい、もう顔の造作もよくわかんないおじさんなんだけど、うん、ツルッツルの、うん、いきなり服を脱ぎ出して裸になるんですよ。ほうほう。それで尻を向けて、うん、こっちへピュッと尻を向けると、うん、尻のペタペタする部分ですね、お尻のふっくらした、はい、割れ目の両方にペッとある、はい、の片っぽが目を開くんですね、バッチリ。それでこっちをじっと見るという、はい、これが尻目ないしはケツ目と、あ、尻に目があるから、目が、うん、でね、目が生えてくるんじゃないかと思うな、これ、その人ほっとくと、これかゆくてかゆくっていうのは目がかゆいってことなのか、尻にある、そうなんです、これが目がだんだん出てきて、あ、目が出てきちゃってんだ、ケツメに取りつかれてですね、ケツメが仲間を増やそうとしてるわけですね、吸血鬼と同じで。これほっといたらやばいじゃないですか。それでどんどん痒くして、コリコリ書くうちに、ちょっと亀裂が入ったりして、だんだん、裂け目が。そっか、裂け目から裂け目が目になるという、ええ。うん。ただ、尻目になる前兆かなっていう感じがしますね。これお尻書いて、
このきっかけ傷みたいなとこからやっぱ目になってくる。目になってるね。目が入るんだよね。絶対書いたらダメだね。ね、うん、だからまず書かないっていうこと。うん、できれば、はい、タムシチンキか金柑を塗りたいですね。金柑で。金柑で。金柑でいいですね、そこは。金柑がいいですね。スースーするのがやっぱ。そうですね。いいですね、ケツ目には、これが一番のお腹に。確かに。目を閉じたくなりますもんね、金柑は。そう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 。そうか、開けてらんないからか。かゆくてたまらないけど、このかゆさをなんとかしてくださいっていう、うん、はい、あの質問なんですが、これ、金柑を塗ればいいと思います。うん、金柑もその薬局で金柑。いや、ごめんなさい。薬局で。普通に別に、金柑を塗るんじゃなくて、この、血目の可能性があるから、そう。金柑、血目は、はい、金柑やっぱ、きついですもんね。はい、きついから。それ金柑はもう開けてられないですもんね。すごいですよ。メンソレータムとかでもね、開けてらんないですよね。はい、うん、開けてらんない。あ、じゃあメンソレータムとかでもいいのか。メンソレータムでもいいですけれども、やっぱり速攻性があるのは金柑じゃないですかね。金柑。速攻性。で、塗ったら、うちはあるじゃないですか。はい、あれで仰いでしばらく。そうすると、スースー余計して、早く治るんじゃないかという。なるほど。そっかそっか。これは妖怪、血目の可能性が高いので、はい、かゆいところに金柑を塗ろうと。でもまあ、その可能性は 5% で、多分、ね、尻の周りのかゆさは懐中ではないかという。なるほど。これもまた解決ということで、はい、先生、はい、いろいろ解決してる間にですね、そろそろお時間が来てしまったんで。はい、先生、告知が何かありましたら、告知の方お願いします。告知あります。ありますか、もう出たばっかりなんですけども。はい。水木しげるニューギニア最大の探検という最大のニューギニア探検というね、はい、本を出したんです。お、これはね、はい、妖怪探検ですよ、ニューギニアに。でしかも音体の水木しげる先生をお連れして、はい、一緒に電気もホテルも何もない一番の奥地までジャングルみたいなところ探検に行ったんです。これちょっと写真がね、はい、載ってますけど、すごいですね。ものすごいとこ行っちゃったんです。でその一部始終、水木王先生がお倒れになってですね、マサライという精霊に取りつかれて、はい、もう本当に一晩悪戦苦闘のお祓いを我々がしなきゃいけなくなったという顛末が書かれております。すごいじゃないですか。そうなんです。これどれぐらい行かれてたんですか、期間。これがね、1週間ぐらいですか、ね、1週間。いや、途中で帰ってきたんです、あまりにすごいので。え、帰ってきてまた行ったんですか。いや、もう1週間で中止、中止です。もう完璧に中止です。中止なんだ。そんなに大変でした。大変でした。もう写真も豊富に入っていて、はい、もう妖怪の世界っていうのはもう今日は随分解決しましたけれども、はい、解決しないような精霊がたくさんうようよいるという例で、すごいね。こっちのはパワーがあるんだ。パワーがあります、これは。これは荒松先生の水木しげる最大のニューギニア探検ということで、角川文庫から定価705円、はい、ということで。そうだ、これを読むのが一番早いです。私に取り付いてるかもしれない妖怪なんか大したことがない。これはすごい、ね、これが一番すごい、はい、これがすごい。読めば全て解決できる。今日のメール来た方全員これ読めば、全部これ読めば簡単だったじゃないですか、まあ、これを先に言ってそうか、これか。だ、決めみたいな話しなくても済んだんだ。これ買えばいいんですね。もう読んで、はい、本当に。最後にですね、はい、もうお礼と言ってはなんですけども、はい、もしね、先生のお悩みなんか今お悩みがあれば、はい、一応おぎもそういったお払いできますので、はい、なんか お悩みがあればちょっと教えていただければ。そうですね、私最近お金がないんですよね。お金がない。お金ください。金欠。金欠の邪気なんですね。金欠のね。これはそうか、邪気なの、やっぱり。あります。邪気ってそういう金欠ってあります。でね、僕もね、実は今日のお悩みのケースじゃないけど、妖怪が助けてくれるんじゃないかと思って。はあはあはあ、その福の神ってのがいるんですよね、妖怪で、で福の神がついてくれるとバンバン入るんだけども、でも逆にだから今福の神の逆です、貧乏神みたいなのが、貧乏神これがついてるついてる可能性があるから、なんか日本全体についてるような、お礼に払ってあげな、貧乏神がついてるから俺がやると。ちょっとおぎが今払いますから、はい、お願いします、はい、じゃあいきます、はい。あっちげあっちげえ、ブラックなろう、あっちげ、行こうか、やっちげ、早く帰れ、早く帰れ、先生早く帰れ、先生早く帰れ、
先生ほら帰れほら先生ほら一緒にほらあっちげ一緒にあっちげわかりました失礼します先生書いてあげるあっちげほら先生書いてある先生も一緒にほらあっちげ先生も一緒にあっちげ失礼し先生書いちゃったじゃん先生も一緒に言わないと今、はい、一緒に言わないとダメですよ一緒に言わないとダメ一緒に言って、はい、あっちげあっちげあっちげもう一回あっちげあっちげもう一回あっちげあっちげはい力強いお祓いをありがとうございましたはいあっち行ったのねさあ、はい、ということで今日はですね荒本先生をお迎えしてお送りしたんですが、はい、いかがでした先生今日はいや大雨が心配で、これ大雨本当あれですか大丈夫ですか妖怪うちの方も阿佐ヶ谷とかいう谷がついてる地名なんかやっぱり低いですからね、うん、あすごい洪水になっちゃうんですよ洪水になっちゃうんですよねなるほど、はい、そのなんか水を雨をすげえ降らすみたいな妖怪っていないんですか雨だから雷神はそうですよね雷神雷獣の類はあそうなんですか、なるほどそれ暴れてる可能性ありません暴れてる可能性ありますねすごかったですもん来る時ですよピカピカ光ってた今日うるさかったですね、ずっと暴れてましたねそうですよ、すごいですよねなるほど、ね、じゃあまあ先生、今日はもう本当遅くまであれですね、洪水もあれですけどね、はい、あの心配でしょうが、はい、洪水心配そうなので、はい、もうそろそろ帰っていただきましょう、ね、おい払っちゃえあっちげおいあっちげあっちげほらあっちげ今夜のメガネビーキは妖怪博士の荒俣宏先生があなたについた邪気の正体を暴いてくれる出た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 荒俣先生が出た！ブラックバッテリーだけどな。テイキングロキング。妖怪ジングル。いやーまだやっぱすごいですねこれこれはすごいねまだ来ますねこの効き目この妖怪すごいね長いよこの妖怪ずーっとついてるね払えないんだよな、これだけは本当にまあさすが荒本先生だったね、いやすごいやっぱ全て解決してくれるよね本当すごい本当すごいよね全て解決してくれる楽しそう、ね、いや一見普通の解決方法なんだよそのかゆいところに金管とか、はい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 、でもやっぱりあれ妖怪挟んでるからかゆいから金管じゃなくてそうなんだよねあの目つきはい目ケツ目ケツ目を退治するための金管だからうんだからそう考えるとあのやっぱりそのかゆみ止めとかっていうのは、うん、一見かゆさをさ抑えるための成分みたいなことになってるけど、はいはい、そう思いましたけどね俺も、はい、なってるけど違うんだよ、ね、そうやって妖怪が出てこないようにするための成分なんだよスースーする成分基本的にはいやー素晴らしいよ、ね、そうだよだって片付けられない時燃えるゴミの日に出せばいいんだぜ片付けられない人がね片付けられない人はちゃんと整理整頓してゴミの日に出せば一見普通のことのように聞こえるけども、うん、やっぱりそれ妖怪を挟んでからの話だからねそうかそうかうんすごいことなんだねそうですよいやー、ね、今日も解決したから気持ちよかったな素晴らしい、うん、さあ改めて、はい、あ今日のこれ先に行きますかプレゼント当選者、うん、おはいはい当選者発表しますよはいメガネ T シャツヤギが買ってきました、うんはい、これはねマドリッドで買ったやつですねはいこれおしゃれなやつですよ、うん、これはラジオネームおとも猫はい、に当たりましたおそしてもう一個、はい、バルセロナ T シャツ、はい、こちらはラジオネームデンデンが当選ですねおうおう、はい、そして小木さんの買ってきた東大寺の、湯飲みペアのねペア湯飲みっていうんですか夫婦、うんはいはい、湯飲み湯飲みじゃあ夫婦、ねはい、湯飲みかラジオネームボギービースト、うん、そして、法隆寺の方の夫婦湯飲み、うん、これがラジオネーム仲良し小良しに、うんうん当たりました、はい、これも直接送るんですよねうん、うんはい、これは届きますんで待っててください、はい、さあそして来週のスペシャルウィークですね9月5日金曜日、うんはい、君の名は芸人スペシャルを開催します、はい、メガネビーキが誇る最強名付け親リスナーに芸人が挑戦するといった企画になっております、うんはい、挑戦する芸人は東京03飯塚そして今年最もブレイクした、うん
芸人世界の鍋厚さんの2人で、はい、最強リスナーに挑戦したいと思います、はい、一応ですね、うん、5つの部門に分かれております、はい、人名部門、うん、名称部門、うん、ことわざ標語部門、うん、名言部門、うん、自由形部門と、はい、この5つの、ね、部門に分けてリスナー対芸人で勝負を決めます、うん、リスナーの皆さんはですね、最強の名付け親として2人に負けないようなメールをどんどん送ってください、はい、まあ、いつもの通り来れば大体負けないと思いますが、はい、ただやっぱりね、飯塚さんともかく鍋厚さんはね飯塚さん弱そうでしょ。でもね、あの人もね、多分ね、この前のね、公開収録の時はね、確かに一番ダメだった、はい、ひどかったよね、あの時ね。でもあの人はでも考えすぎちゃうんだよ。ああ、はははそれが一周っていうのはダメだけど、一周半した時ね、一週半した時の飯塚一週半飯塚って言われてるよ、ね、大丈夫かなって。もう1週間ぐらい前からもう言ったらでしょ、これオファーが入ってるわけだから。あの人ね、それまでちょっと考えたぐらいだとね、答え出さない人なの。だからあの東京ゼロさんの単独ライブは面白いでしょ。めちゃくちゃ面白いあれはめちゃくちゃ面白い。あれ飯塚さんがちゃんと考えてんだからね。そうなんだ。それあれちゃんと1週半考えた時の飯塚さんが作っていくからなるほど、うん、あ、じゃあ今回も1週半に行けばめちゃくちゃ面白いんだね。今回はもうその、うん、もう結構前からオファーしてるから、1週じゃなくて1週半考えてくるから。なるほど。ただ2週考えてきちゃった時やばいよ2週の飯塚はすげえやばい。また戻っちゃう感じになっちゃうんだ多分2週の飯塚を受け知らずっていう言葉があるけどあ、そんなやばいんだ、あですから、ね、まあリスナーの皆さんはまあ皆今まで通り、そうリスナーは強いよそりゃ、来てくれればいいと思いますよ、うん、はい、うん、ね、さあそして、あ、今日のですね、はい、うん、この後の金曜ジャンク2極楽とんぼ加藤浩次の吠え玉、はい、今日浩次君さっきあのさあの NHK の BS だっけあれ、うん、あの番組見てたらあの人髪染めたろ。ちょっと嘘だ、絶対染めない人じゃないのあの人。あ、今日見てなかったっけ。見てない。え、染めるってどういうこと。ちょっとね、髪がね、うん、ちょっと赤っぽいんだよ。あら、やっちゃってんのそういうことで、なんかね、髪がね、今日切ったみたいな髪型してんのよ、うん、なんかちょっと、うん、光源氏のカー君みたいな髪型ではい、はい、うん、なんかこうちょっとね、光に当たってね、赤っぽいから、うん、ちょっとその色がなんかね、もっと色明るくしてるんだけど、ちょっと赤っぽいのよね。なるほど。ちょっとあれも失敗じゃないかなと思ってんだけど。失敗でしょう、うん、そういうの絶対しちゃいけないんでしょ。もしこの後もね、加藤さんのラジオ聞く方いたら、はい、あの染めたのかどうか、その色をちょっと失敗じゃないかっていうのをう、言ってくれてもいいと思いますよ。今日はなんか女性に言われたい一言スペシャルということで、はい、アイドルが3人も来るんです、うん、おお、アイドル来るからだよ。アイドル来るアイドル来るから赤く染めてんだよモテようと。あの人そんな男じゃないあの人そんな男だったらもう最悪だよ。変わったかもよ、ということで来週もお楽しみに、うん、それではさよなら。